こんばんは。あ、こんにちは。遅くなっちゃった少し。よいしょ。なんか寒くない？今日。ねえ。こんにちは。あ、今日だからイベント最終日か。ねえ。ちょ、帰っとこう。よいしょ。こんにちは。こんにちは。カプセルありがとうございます。こんにちは。いやー、最終日ですよ皆さん今日ね。こんにちは。ちょっと遅れちゃったわ皆さんね。とりあえずもうパッパパッパと今日はメイクしちゃおうかな。ね、ちょっとこんな時間になっちゃったわ。こんにちは。こんにちは。あ、ゆき太郎ちゃんありがとうございます。こんにちは。こんにちは。さようなら。こんにちは。ね、はい、カプセルありがとうございます。はい、はい、こんにちは。はい、さよなら、うん、あ、カプセルありがとうございます。そうそう、美容院行きたいんだよね、ほんとね。髪の毛ね、落ちてきちゃって。はい、こんにちは。はい、さよなら、うん、ね。あ、ともぴちゃんありがとうございます。だってどうせこんにちはしか言わないじゃん、だってね。ね、いつもそうじゃん、だいたいね。だいたいもうコメントする人だいたいもう決まってんだよね、ほんと。だいたいもうこんにちはでだいたいおしまいよ。ね、うん、ね、で消えるのよ。あ、カプセルありがとうございます。あ、そうそう、イベントね、今日最終日だからね。ちょっと長時間ねやろうかなみたいな、努力してるのよみたいな。頑張ってるのよみたいな感じだね。え、ほんと、カプセルありがとうございます。ありがとうございます、カプセルありがとう。何のキャラになるのって。あ、それはちょっと内緒ね。うん、ね、後でそれは発表するから。ありがとうございます、カプセルありがとう。ありがとうございます。あかなまるちゃんありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんにちは。ん？おとついの詐欺師と甘く言ったの？誰、おとついの詐欺師って言った。眠くない？大丈夫？うん。カプセルありがとうございます。誰、詐欺師って。なんかあれだよね、何、相沢さんっていう人だっけ、知ってる皆さん。バンなっちゃったの、なんかねえ。あ、カプセルありがとうございます。ねえ、言った通りでしょ、バンなるよって。またね、絶対。ねえ、ほんとそう、バンなったみたいね、また。でしょ、あ、誹謗中傷でバンでしょ、ほんと。ねえ、もう A 版近いね、もうね。ほんと。そう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 。ね、 A 版近いだろうね。で、今日寒くない？外結構。風がすっごいなんか吹いてるよ、結構。ホテルに一緒に何入ってた人？誰？一体。そうそう。で、誰？あ、ゆわちゃんを何？誹謗中傷したんだ。あ、そう。あ、こんにちは。ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。ね、もう多分、カウントダウンだよね。もう多分そのうち。まあ、もう今月か来月ぐらいじゃない？もうほんと。ね、もうそんな感じがするわ。あんだけね、毎回毎回誹謗中傷してね、ああやってバンになったら絶対ね、ほんと
うん、カプセルありがとうございます。アポーチありがとうございます。カプセルありがとう。嬉しい、消えたらって。でもなんか TikTok 行ってるんだよね今ね。なんか TikTok で、 TikTok もなんかみんなが追いかけて、なんかね、段にしようぜみたいなさ、そういう風な配信見てたけど、もうなんかね、あれかな、もう本当どこまで潰すんだろうな。あ、こんにちは。なんかちょっと怖いなと思ったけど、私はそういう風な放送見てて、わかる。ふわっち追い出してまた別のとこ行っちゃったら、みんなでそこに行ってね、潰そうぜみたいな。そう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 、うん、ね、やってるの見ててね、本当あそこまでするんだみたいなね、本当。うん、そう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 、うん、なんちゅうの、なんかね、こう本当、あつうちありがとうございます。寝なしぐさにするまで済んだろうね、そういうのってきっと。うん、あ、パピーちゃんありがとうございます。でしょ、なんか、うん、はい、ありがとうございます。カプセルありがとうございます。ありがとう。ここね、朝まで1000円なのよ。原宿で安くない、ここね。4時から朝まで1000円よ、ここ。止めたのよ、ここね、ほんと。そうそうそう、ここにいるからずっと。イベント終わるまでね、ここにいるからずっと。原宿にいるわ、ほんと。原宿かなんかそこら辺近辺で。あの、いるから私。そうそう、ほんと。あ、カプセルありがとうございます。ありがとうございます。わかんない、なんか安かったよ、ほんと。そうそう、安かった。うん、しかも駅近なんだよね。駅近で、ちょっと。うん、あ、カプセルありがとうございます。美容院行きたいわね、ほんと、髪の毛。ね、こんなな伸びちゃってさ、髪の毛見て、ほら。ねえ、もう真っ黒けよ、ね、なんかこう、ね、根っこがね、ほんと、見てこれ。やだね、ほんと。ねえ、ほんと。伸ばそうかな、ずーっとね、ちょっと。うん、1000円カットかなんかで、ね、すいてもらってね、ずっと伸ばそうかな、髪の毛ね。どん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 ね、揃えてもらって、どんどんどん伸ばすね、髪の毛ね、ほんと。でもね、伸ばしてもね、伸ばせばウィッグなんていらないじゃないのって言うでしょ、皆さん。私ね、違うのよ。前髪が薄くないから、後ろに全部伸びるのよ。わかる、皆さん。落ち武者みたいになっちゃうの、髪の毛が。そうそうそう。うん、何何、どれの深夜食堂の安否確認してください。え、どれさんが、どれさん何、連絡取れないの、いつから。うん、あ、こんにちは、ふわカプセルありがとうございます。連絡取れないの今、どれさんが。へえ、どうしたんだろうね。うん、カプセルありがとうございます。いや、私ね、どれさんか、どれさんね、そうね、どうしてんだろう、どれさんね、一体。うん、中村くんを追って長野県に行きましょうって。あー、くだらない、ほんとね。ほんと、あー、くだらない、うん、ね、ちょっと。うん、カプセルありがとうございます。なんかもうそういう風な話しかできないのね、本当。誰かの話しかできないのね、本当。かわいそう、本当。あ、こんにちは。中村くんなんかあれだね、やっとバイクで行ったね。うん、長野県ね、なんか。うん、でもなんか運転怖いね、なんかね。私ずっと見てたけど、移動中ね、中村くんの放送。なんか車のなんか間すり抜けていくからさ、ちょっと怖いよね。そう、あの混んでる車の間でビャーっていう風に走ってくんだよね、あれ。わかる？三車線かなんかの道でビャーって。そうそう、あれ怖いわね、すり抜けるやつ。長野県まで、でもそうね、車でも結構2時間かかるのよ。だから4時間ぐらいかかるんじゃないかな、ほんとね。そんな出せないでしょ、バイクもスピードって。
ねえ、出しても60ぐらいじゃん、あのバイク多分きっと。そう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 、あ、パニちゃんありがとう、頑張りましょうお互いね。そうそう、うん、最終イベント、うん、カプセルありがとうございます。うん、あつーちゃんありがとうございます。下道で行くの？いや、じゃあもっとかかるんじゃない？いいんじゃない、別に一人でね、うん、旅すれば。つーちゃんありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。長野県って何するの一体？ねえ、ノープランで行くんでしょ？ノープランで、なプランなくな旅するっていうのよ。うわー、難しいよね、ノープランで。いや、ノープランで結構ね、難しいよね、ほんと。私でもノープランで行かないわ、あんまり。いや、ほんとに、何するのって感じよ。カプセルありがとうございます。いや、外出するのはいいけどね、ほんと。ねえ、私たち配信者の脳裏には、わかる、展開っていうものがね、頭の中によぎるわけよ。わかる？そうそうそう。ねえ。私の場合ちゃんと組むから、ほんとシンプルになんかこうね、バーンっていう風に組むから、やっぱりそう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 、うん、そんななんかノープランで行ってみたいな、もうやけどしたくないわって感じ。行ってね、ほんとでしょ、うん、あ、カプセルありがとうございます。いや、ほんとよ、昨日みたいな感じよ。昨日ね、ほんと昨日ね、ほんとレトロ自販機さ、私発見したの埼玉県で、行ったら閉まっててね、結局 Google ナビだっけ、 Google マップかなんかあるじゃん、あれではね、4時までやってるっていうのよ、そのゲームセンターの中にやってるっていうのよ。だ、そこまで行ったの、車で1時間かけてね、やってなかったのよ。あんだけね、もうわかる？引っ張って引っ張って、さあみたいな言ってさ、向かいましょうねって言って着いた瞬間開いてなかったのよ。と思って、閉まってるみたいな。もうね、ショックでショックでね、ほんと。そうよ。で、埼玉で一番でかい大宮っていうところの駅でね、そこら辺の近辺さ、お散歩してたりとかして。ねえ、ほんと。で、最後の最後に寄った喫茶店行ったんだけど、もうね、感想1時間前なのよ。あ、もうどうしようと思ってね、ほんと。で、喫茶店行ったのよ。なんかすっごい24時間やってるね。すごいなんか雰囲気のいい喫茶店行ったのよ。そしたら私、オムライスとパフェとね、ジュース注文したのよ。そうそう。そしたらね、30分経っても40分経っても、50分経っても来なくて、やべえなと思って、もうほんと。あ、かななちゃんありがとうございます。もう来るの遅いなと思ったのよ、いつ来るのかしらみたいな。うん、ねえ、うわ、遅い。お客さん誰もいないのよ。お客さんはね、一組だけ、なんか男2人女2人のなんか4人組のなんかね、4人のなんか一グループみたいな。そうそうそう。で、なんかで、なんかね、その4人がすっごいバカみたいに注文してて、なんかカツ丼とかなんかそういうなんかわかる、モリモリのやつで、なんかわかる、こまごましたものボン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 なんか注文してたみたいで、あっちの向こうの机もブワーっていう風にさ、ねえ、15分なんじゃない、もっと待ってるわ、話持ってないし、ほんと。録画公開するわ、じゃん、ほんと。ねえ、そうそう。あ、カプセルありがとうございます。だから向こうに、だから手間取ってたみたいで、なんかね、50分かかったんだよね、向こうね。そうそうそう、だ、約1時間ぐらいかかったのかな、出来上がるまで、オムライス。そうそう。で、私も帰りますって言って、もうテイクアウトでね、持って帰ったんだけど、で、パフェはキャンセルしてね、ほんと。まあ、ジュースは来たのかな。そう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 、ねえ、いや、ほんと、いや、大変だったよね、ほんと。待ってる？皆さん。まあ、待ってるか。そう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 。ねえ。いや、ほんと、ちょっとさ、私の方ちょっと優先してほしいよね。
ってて、そう、そういうわけにいかないのか、やっぱり。私、でしょ。だってオムライスなんてさ、すぐできるやん。わかる？チキン炒めて、ミックスベジタブルかなんか炒めてね、ほんと。で、ご飯入れて、ケチャップ入れてね、わかる？塩コショウしてね、ペッペ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 やってね、ほんと。で、ビャ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 ーってやってさ、でしょ？卵にくるんで、はいっていう感じじゃん。だって。そう、すぐ、私でもすぐできるよ、ほんと。オムライスなんて。そうそうそう。だって。でしょ？カプセルありがとうございます。そうなのよ。でもまあ仕方ないわね。ね、うん、仕方ない。注文された順番だから、ほんと。やだー、こんないっぱい注文しちゃって、みたいな。大食いじゃない私たち、キャハキャハとか言ってさ、言ってるさ、あのグループ、あの、うるさい女、ほんと。イラーって私来たもんだって。ねえ、こいつらみたいな、ほんと。ねえ、すっごいキャピキャピとかしてんのよ、ほんとみんな。そうそう。でもしかもうるさいのよ、ほんと。ねえ、うるさい、ほんと。そう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 。で、私がテイクアウトでね、こうやって帰るでしょ、ほんと。で、科捜研のメイクでしょ、ほんと。ねえ、あの向こうの、一人の女がこう、上目遣いでこうやって。っていう風にさ、ねえ、見てないと思うけど、そういう風に感じたのよ、私は、ほんと。ねえ、うん、そう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 。そうそうそう。ねえ、ちょっと、うん、なんかちょっとこう、すごい微笑みをね、ちょっと、ねえ、うん、してたわよ、なんか向こうがね。得意の被害妄想。もううるさいんだよ、ほんと、あなたは、ほんと。気持ち悪い、ずっと毎日毎日、ほんと。粘着して、ほんと。ねえ、うん。もううるさいの消すからね、ほんと。イベントの邪魔。あ、こんにちは、ありがとうございます。今日イベントなんで、もううるさいの全部消します。ほんと、被害妄想とかなんかそういう風にね言ったり、わかる？そう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 、うるさいのは全部ね殺す。あ、カプセルありがとうございます。もう指で殺す、ピャッつって。ほんと、そうそうそう。あ、こんにちは、ありがとうございます。ね、ピャッつって。ほんとね、本当。でもね、皆さんね、もう、あ、匿名さん3つありがとうございます。うん、前さ、自分で言ってた前さじゃねえんだよ、ほんと。気持ち悪い。何が前さよ、ほんと。アフワカプセルありがとうございます。いや、ほんとにね、カプセルありがとうございます。ほんとだよね、なれなれしい、ほんとね。喋りかけてこないで私に。ね、どっか行ってよ、ほんと。パニちゃんの枠に行って、ほんと。パニちゃんの枠にお引越しして、ほんとね、ほんと。そうそうね、あっちに引っ越しして、ほんと。ね、めんどくさいの全部パニちゃんの枠全部ね押し付けるから、ほんと。中村くんの枠とかに行って、そうそう、ね、ほんとよ、やめて。もうほんと、ずっとね、ネチ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 、もうほんとね、来るのは、パニちゃんかわいそう。いや、パニちゃんだったら優しいと思うよ、ほんと。いや、もし始まったら向こう行って、ほんと、分かった？ちょっと、いや、パニちゃんだったらきっと優しく対応はねしてくれると思うよ。ね、あ、タイツ結局ね、まあね、買ったの。そう、電話してね、ごめんなさい、ちょっと遅くなっちゃったのよ、皆さん。あちこち電話したの、ドン・キホーテに。で、ピンクのタイツね、置いてなかったんだけど、あちこち電話してね、やっとピンクのタイツゲットしたわよ、皆さん。あちこち電話して、もしもしありますか、もしもしありますか、もしもしありますかで、あったのよ、皆さん。あ、売ってた、アマゾンで。でも今日の今日無理でしょ。買ったわよ、皆さんね、よかった、来てくれて。あ、抱えてよかった、ほんと。そう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 、ねえ、そうなのよ。あ、いいね、ありがとうございます。よかったよかった、変えてね、ほんと。こんにちは。そうそうそう、新年の人に前あげてたよねって返して、うるさいんだよ、ほんと。私に喋りかけてこないでください、ほんと。シッシッ、ほんとね、もう次から無視するから、ほんと。そう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 、謝りなさい、ほんと。
謝りなさい、ほんと。え？かまってほしかったら謝りなさい、ほんと。うん？そうそうそう。ね？私ってわかりません、ほんと。うん。そうよ、ほんと。さあ、とりあえず、あ、皆さん、私質問があるんだけど、質問が。うん？タヌキいじめ好き？何が？私が？タヌキ？よく言うわ、ほんと。赤だしリスナーをね、叩いてるくせに、ほんと、タヌキが。本当よく言うわ、あなたたちもいじめてるじゃないのよ、本当陰でね、そうやって叩いたりとかしてでしょ。いじめ好きなのはどっちよ、本当陰湿ないじめしてるくせに、本当ねえ、そうよ、教えてあげてるのよ私が、本当教えてあげてるのよ、本当でなんかね、皆さんメガホンありがとうございます。なんか車でね今日走ってたら、まあそのいいタヌキもいる、どこにいいタヌキがいるのよ、ほんと、あこんにちは、どこにいいタヌキがいるのよ、ほんと、そう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 、あカプセルありがとうございます。しゃあない、一人がそういう風なことするからみんながそういう風に見られちゃうのは仕方ないわよ、結局。そう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 、そうなのよね、皆さんどうしても悪いことが目立っちゃうから、もう皆さんね仕方ない、いくら私はいいタヌキなんですって言ったとしてもね、本当そう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 、ね、まあそういうタヌキはみんなで通報しましょう、本当、ね、そういう風に見られたくなかったらね、結局そうよね、私思ったんだけど皆さんね、こう左折レーンと直進レーンがあるとするじゃない。で私は直進で行くんだけど、後ろから自転車が来てたの、ビューンって、自転車ね、自転車がこう来てるんだけど、あれってさ、左折レーンとこう直進レーンの間をこう自転車がこう走ってってもいいの、あれ、あれ結構私危ないなと思うんだけど。そう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 、ね、あれどうなの、自転車結構私見かけるのよ、ああいう風な自転車って、いや巻き込むよねあれ、結構そう危ないなと思うんだよあれは。でしょ、そうそうそう、あカプセルありがとうございます。あだからこうなって左で直進でしょ、その間をこうすり抜けてるのよ、だからあれいいのかなと思うんだよね、あバブルバルーンありがとうございます。怖いでしょ、そうそうそう、まあ、だからじゃあ私たちが進んでる方は青だからまあいいと思うんだけど、そのなんていうの、結局そうそう、自転車通路がなければダメな気がする。まあその言ったら歩道をやっぱりさ走るべきじゃない、自転車って結局は。でしょ、ちょっと遠回りしてこうちょっと分かる、こうくねってやってからこう行かないとちょっとあれだと怖いなって私は思ったんだよね。そう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 、カプセルありがとうございます。自転車は何、法律で車道なの、じゃああれはありなわけ、なんか結構それアバウトだよね、自転車のそういう歩行みたいなやつ。あ匿名さんありがとうございます、3つありがとう、ありがとうございます。じゃああれは何、ありなの、じゃあああいうの OK なわけ、いや絶対あれ危ないでしょ、そう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 ねえ、一応軽車両なの、ねえ、大きい道路の時は歩道と基本だから車道って違うっつうのよ。私が聞きたいのはね、私が聞きたいのはだからその隙間を走ってっていいのかって話、車の間を走ってっていいのかっていうような話よ。あれ怖いでしょ結構、だってそうそうそう、左やっぱ結局左端をやっぱりいくらなんでも左端をやっぱり走るでしょやっぱり、そう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 、車道の中の端でしょって結局。だから車がね、じゃあそれ分かってるっつうのよ、バカじゃないの本当。いや私の質問分かってる、ちゃんと。ちゃだからね、もういいや、もうそうね、車道ですね本当。
そんなのみんな知ってるで、うん、自転車は車道の方を走るっていうのは、うん、そうそうね、ほんとバカみたいに、ほんとねえ、いや私は知ってます、私は知ってますはいいんだけど、ほんとそうそうそうねえ、うん、あそう、歩道を走る時もあるよね、自転車で、そう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 なのよ、2車線あって真ん中を走ってる自転車がいたっていう風な話よ、だからそうそう、あカプセルありがとうございますでしょ、そう怖いわねっていう風な話よ、まあだからこう どう言ったらいいのかしらね、説明なんかなかなかちょっと難しいんだけどね、皆さん すぐ左曲がったら横断歩道なのよ、横断歩道、そう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 ね、うーん、なんかわかる皆さん、やっぱ危ないからそういう風なね、すり抜けみたいなやつはやめてほしいなっていう風な話よね、そうそうそう、やっぱり、うん、車道が真っ黄な時は歩道を走っていいのよ、確かでしょ、だってうんねえ、あれびっくりしちゃうわ、ほんと私今日びっくりしたもん、みたいな、そこの隙間入ってくるのみたいな、ほんとねえ、でしょ、いや巻き込まれなければいいけどみたいな、ほんとねえ、そうそうそう、何があるか分かんないじゃん、だって自転車なんて皆さん特に、そう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 、うんねえ、そうなのよ、うん、私はそう思ったわけよ、怖いわみたいな、そう強気なのよ、引けるもんなら引いてみろっていう風なさ、な感じにもやっぱ捉えられちゃうのよね、なんかあのキックボードもそうだけどさ、ね、やれるもんならやってみろみたいな、ほんとさ、すっごいなんか一方通行の道から真ん中でもうドシッという風に走ってくるわけよ、怖って思うのよ、ほんと細い道でね走ってるじゃない私がね、例えばね皆さん、そしたら向こうから来るのよ、なんだろうあれと思ったら真ん中からすっごい来るのよ、スピードでビヤーって、ほんとそうそう、いや怖ーと思って、ほんと一方通行だってほら走れるじゃん、キックボードって、しかもノーヘルメットでこうビヤーって来るでしょ、ほんとねえ、そうそうそう、怖ーって思うわけよ、ほんとねえ、いやもうヒヤヒヤしたわ、ほんとねえ、弾けるもんなら弾いてみろみたいな、ねえ、やれるもんならやってみろやみたいな、ほんとさ、すっごいそういう風なものを感じるわけよ、なぜってほんの真ん中から来るわけよ、わかる、そう真ん中からビャーって来るからさ、そう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 、うんねえ、カプセルありがとうございます、いやいやいや、そういうちょっと怖い思いをしたっていう風な話でした、皆さんねえ、そうということでね、皆さんも時間があんまないからね、とりあえずちょっと今日はね、あのキャラクターに変身しようかしらね、そうそう、あのね右側見て、右側の人、あの人ね、あの人、おじさんとね、すっごい若いね女の子よ、ほんとそう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 ね、ねえ、ほんと、そうそう、ねえ、ありがとうございます、ねえ、何してるのって二人で今イチャイチャしてるイチャイチャしてる、ほんと、ねえ、そう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 、さっきからずっとあのベンツいたのよ、あのジジイがずっと車のね、車をずっとこう、わかる、あのピカ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 なんかね磨いて、ずっとこうやってじーっと傷がないかどうかこう綺麗にこうベンツチェックして、チェックして、チェックして、チェックしてって言って、でちょで、あのね、チラ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 こう周り見てるわけよ、チラ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 見て、そうそう、そわ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 してるわけよ、なんかあるなと思ったんだよ、ずーっと私はそわ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 してね、ほんとでこう拭いて拭いて、こうやってこうやって拭いて拭いて拭いて、こうやってこうやってこうやって見たりとかしてさ、あーって思って、なるほどって、うん、スーって通ったわけよ、うん、あの髪の長いなんかあるじゃないね、ロングヘアの、うん、髪サラサラの、うん、女の子がシューって来た瞬間ね、乗り込んで、うん、ふわカプセルありがとうございます。でしょ？
どっか行ったわよ、さっそうに。ほんと、うん、ねえ、ほんと、うん、そうそう、 X にひーちゃんの中動画を見かけた気がしたんだけど削除しました。あ、しました。うん、ねえ、ちょっと、うん、ちょっとグロいんで消しました。うん、アフワカプセルありがとうございます、ありがとうございます。孫なのあれって。うん、そうそうそう、あ、もう全部ね消したのよ皆さん動画。ちょっとあれはね、ほんとちょっと気持ち悪いわね、ほんとちょっとあれいいわね。でもね、ベンツ乗ったね男性ね、ほんと、うん、そうそう、わかる。あ、こんにちは。うちんところね、お金ない男が結構集まってくるのよ皆さんね。お金がない男が来るわけよ、ほんとね。えチャモーレくんとかもそうでしょ皆さんね。えほんと、そうそう、あ、こんにちは。そう、ダメをケチをね、えほんとそんなんばっかじゃない、ほんとね。えそう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 、アフワカプセルありがとうございます、ありがとうございますね。えほんとそういうものが寄ってくるのよね、ほんと。もっとこう、あの、財力のあるさ男っていないのかしらね、ほんと私の周りでね、ほんと。うん、ユリアが全国ニュースになったの。あ、ユリアちゃん、あのナーボー君のあのストーカーの人いないよね、ほんとね。うん、あれでしょ、ナーボー君のあれでしょ、あの婚姻届をな勝手にこう出したんでしょ。だから自分はあのナーボー君のストーカーじゃない、ユリアちゃんって。そうだから出したのよ勝手に。うん、そうそう、婚姻届出したの。そしたら受理されたのよ。へえーみたいな。うん、っていうかさ、ちょっとさ、あれなんかこう簡単に受理できるっていうのもちょっと問題よね、ああいうのって。そうそう、区役所もああいう風にさ、でしょ。うん、あ、市役所が出したの被害届を。あ、そう。うーん、いや、なんかでそれでさ、もう受理されたものなのでみたいな。うん、ね、どうすることもできませんって、どういうことみたいな、本当でしょ。うん、そんなことあるのって感じよ。ねえ、でしょ。あ、ふわカプセルありがとうございます。でもなんかそういう風なね、あの偽装的な、なんかそういう風な婚姻届をあの出されるっていう風な事例が結構あのあるらしいのよ。だから事前にそういう風なあのことをね、こうできないようにあのできるのよ、わかる。うん、そのなんていうの、勝手にだからその婚姻届をこう誰かが出しに行くでしょ。うん、ね、そうそう、なんかそうなのよ、そういうのあるよね確か。うん、そうそうそう、あの本人に確認しないと、そうそう、あの不受理届みたいなやつを。うん、そう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 、うん、あ、カプセルありがとうございます。でもなんか そんなんしないでしょ普通皆さん、する？そう、不受理届けみたいなしないよね普通は、そんなの。そうでしょ、そういう風な被害に遭わないためにそういう風になんかこう出しましょうとかって言うけどさ、本当ねえ。あ、カプセルありがとうございます。で結局何、逮捕されたんだね皆さん。あ、そう、逮捕されたんだ。へー、捕まったの、また何回目、ほんと捕まるの。うん、ね、そうそう、2人で身分証とかだってさ、筆跡鑑定もしないでしょ。あれ筆跡鑑定もした方がいいと思うんだよね、うん、本人の字かどうかっていう風にさ思わない、それだけ。ね、ふわカプセルありがとうございます。だってさ、ぶっちゃけ代筆でしょ。うん、ほんと、そうそうそうね。ああ、2人一緒じゃないと受理できないようにしてほしいと。ああ、そ
そうね、でもほらあの病気でね、本当あのほらあるじゃん、そういう風な方ね、うん、そうそう、病気でね、本当自分出せないからって言ってさ、代わりにじゃあ出しますっていう人もいるからね、本当、うん、そう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 、亡くなる前にほらあの席を入れるっていう人もいるじゃないの、うん、ね、そうそうそう、ナーボーバッとついたのって、いや今回はだってあれじゃない、うん、罰はつかないと思うよ。そんなんで罰ついたらさ、やばくね、ほんと。ねえ。そうそう。だって、全部出るよ、だって。うん。ほんと。うん。だって、戸籍謄本取ればわかるじゃん、だって。結婚して、前、あ、この人罰なのっていうふうにわかるでしょう、結局。前妻ってつくわけじゃないの、だって。それはないでしょ、もうほんと。ふわカプセルありがとうございます。いや、ユリアちゃんが悪知恵じゃなくて、ユリアちゃんの周りがそういう風に悪知恵をだってあの出してると思う。うん、私彼女そんな風なね、こと細かいことは多分あんまねわからないと思うんで、私多分周りに誰かいると思う、絶対。うん、そうそう、誰かいてあの言ってるんだったと思うんだよね。そう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 。うん、支援っていうか、なんかそういう風な悪知恵を与えてるって人。そう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 、うん、ねえ、ユリアちゃんわかんない、ほんとね、面白半分であれじゃない、ほんとね、あのいやわかんない、ことの真相はわからないけどね、ほんとあの人怪しいわね、ずーっとなんかチタ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 してるわね、怪しいわね、あの二人なんかほら車が通るたびにねチタチタして、ほら見て、私の方もすっごい見てるわけ、あのほらわかる、あの二人ずーっと、そう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 、うん、ずっとこっち見てんの、なんだろう、一体ね、あの人怪しいわね、うん、うん、匂うわ私、うん、匂うわ、うん、そう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 、うん、ねえ、あんだけなんかこうさ周りキョロ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 ねしてるって、なんかちょっと怪しいわよね、そう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 、うん、リスナーかしらって、うん、あんなリスナー来ねえだろうちんところ。ねえ、うん、うちのところは違う、うちのところはこうよ、えー、ジョン来たわよ、こんにちはよ、ほんだいたいね、そういうねえ、うちのところはもうそういう風なほらねえリスナーさんだから、うん、そうジロジロ怪しいわね、ほんと、うん、でもさ、ああいう風にタバコ吸うのはいいのよ、ああやってねタバコ吸うのはいいんだけどさ、タバコをなんかああやってねポイ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 さ、いるじゃない、あの道路とかでポイ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 する人、ちょっとああいうの嫌だよね、ポイ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 する人、うん、ねえ、うん、私嫌いなんだ、ああいう風にポイ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 する人、うん、ねえ、そう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 、うん、わかる、歩きタバコとかね、本当、そう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 、うん、だそういう風なマナーが守れない人がいるせいで、どん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 タバコね吸えなくなってるよね、本当、うん、いやああいう風にねタバコ吸ってさ捨てるやつって、もう写真かなんかと撮られてね、なんかどっか紙にどっかさ大々的にでっかい写真かバーンっていう風に貼られればいいのにね、車のナンバーとともに一緒に、わかる、うん、ね、それぐらいしてもいいよね、だってほんとほんと、うん、だって自分の家でさ、だって皆さん自分のお庭でタバコ吸ってね、そこでポイっていう風にさ捨てるっていう風なことよ、だってここだって敷地だしね、普通に、そうそうそうね、それされたらだって自分たちだって嫌なはずなのに、それピャン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 ね、わかる、捨てたりとかするのよ、汚い、ほんと、そうそうそうね、タバコどん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 これ吸えなくなってるよね、ほんと、そういう風なね人のせいでよこれ、結局、うん、そう喫煙禁止区域っていう風に書かれてるのに、そうなのよ、私ね一回ね先月か先々月くらいに外人がねホテルの入り口の前でこうタバコ吸ってんのよ、でそこタバコ吸っちゃいけないのよって言ったの英語で、うん、で、あそうなんだって向こうに言われて、じゃあお前がどっか行けって言われたのよみたいな、だここはだからノンスモーキングエリアよって言ったのよ、そしたら向こうに行けって言われたのよ、そうそう、私言われたんだからびっくりしたもん、みたいな、
あっち行けばみたいな言われてね、放送で、え、何みたいな、本当ねえ、マナーないわみたいな、本当。いや、外人って結構あれだよね、本当マナー悪いよね。うん、そうそうそう、だ注意したらすっごい怒ってくるし、本当。うん、そう、正しいみたいな。うん、だって向こうってさ、謝ったら負けみたいなあるじゃん、そういうの結構。え、何人か分かんない、ちょっとでも英語分かったから多分あれじゃないの、向こうのなんかあれじゃない、本当アメリカかなんかどっかでしょ、本当。そうそうそう、ねえ、本当反論してくるからね、普通に向こう。え、なんかね、結構ね、まあなんだろう、ひねくれてる感じはする。うん、そう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 。うん、だったらなんかここタバコをもしね禁止区域だったらそういう風な張り紙を貼っとけやとか、なんかそういう風なイチャモンつけてくるとかなんかはあるね、そういうのね。まだこっちはね、日本に来て間もないんだからそんなわかるわけねえだろみたいな、なんかそういう風なね、何かしらなんかこう理由つけて多分そういう風に言ってくるのよ。そうそうそう、うん、ね、日本語わからないしとか、なんかそういう風なわかる、うん、そう偉そうにしてね、ほんと、え、日本語も喋れないくせに、ほんと日本に来やがってよって思うわ、ほんとマジでね、ほんと。なんか私たち全員がなんかこう英語喋れるかのようになんか喋ってくるでしょ、ほんと知るわけねえだろみたいな、ほんと日本語喋れやみたいな、ほんとここは日本って感じ。うん、ねえ、ほんとよ、日本のルールが守れないなら日本に来るなって私思うもん、ほんとどっか行けやって、国に帰れって思うわ、ほんと私は。そうそう、ほんとねえ、そうだよ、あ、カプセルありがとうございますでしょ、結局私言われたからね、ほんとお前がどっか行けやみたいな、タバコね、そうそう、だからここノンスモーキングエリアだっつうのよって思って、ホテルの目の前でタバコ吸うやつがいるのかと思わない、皆さん、ほんとねえ、信じられないと思って、そうそう、ほんと、うん、そうよ、ほんと吸うなって言ったのに吸ってるからね、ほんとあの絨毯のところで、入り口の絨毯のところで、ありえないでしょ、ほんと、あ、こんにちは、いや、それ見て私うわーみたいな、ほんとねえ、でどっか行けって言われて、私どっか行ったけどね、ほんと、そう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 、ねえ、本当、カプセルありがとうございます、ありがとうございます。さあちょっとメイクしようかしらね、ちょっとお化粧しようかな、とりあえずね、ちょっと今からね、皆さん今日はまたね、おパンチウサギやろうかなみたいな、そうそうね、イベント最終日なんですけど、ちょっと今回ね、ちょっと前回に比べて、ちょっと前回よりもちょっとクールティを上げてね、ちょっとねやろうかなみたいな、そう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 、うん、ね、原宿だしね、どういう風な感じかなって感じ、そう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 、うん、日本人でマナーの悪い人を見ちゃってるからそういう風になってるってこと、あー、なるほどね、はー、まあね、うん、アナーちゃんありがとうございます、いいんじゃない、ほんと問題起こしてね、ほんと、強制送還かなんかされればいいんじゃない、ほんとね、もう出禁みたいになっちゃって、ほんと、やっぱね、いろんな国とか皆さんね、いっぱいいろんな旅行者、トラベラーとかいっぱいいるじゃない、もう日本が一番素敵だっていう風に言われてるから、本当日本が平和でね、本当、そう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 ね、そうやって言ってんのよみんなね、結局、あ、カプセルありがとうございます、まあいいんじゃない、本当ね、あ、匿名さんありがとうございます、そうよね、あ、カプセルありがとうございます、そう差別もないしみたいな、そう便座もいいしみたいな、ゴミがないしみたいな、人は優しいしみたいな、そう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 、うん、外で普通にお酒飲めるしみたいな、そう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 ね、うん、日本はなんていいところなんだろうって言ってるよね、本当、そうそうそう、カプセルありがとうございます、そうそうね、うん、何何何何、金梅さんがやばい、なんで金梅さんがやばいの、もうだってもう前からやばいじゃん、もう金梅さんね、ほんとずっと見てるけど、なんか、なんか腹水抜いて点滴を入れようっていう風になってるけど、点滴
今すぐ入れたらまた腹水がまたね膨れ上がっちゃうからやめましょうっていう風になって、なんとかかんとかっていう風なやつ見て、なんかねツイート見たけどね、私はそうそうそうね、なんか見たよ。え、あ、ひーちゃん迎えに行くって呼ばれてないもん、私呼ばれてないもんだって。そうそう、うん、あ、我慢ができないの。え、何もう出るの。うん、あ、こんにちは。あ、ポストしてる今、嘘。金梅さんのやつ、うん、出たいってことも。出たいって言ってもね、もうほんと。出たいってこと？ちょ、待って待って。助けて、誰か迎えに来て、別の病院行かないと処置してくれないだって。金梅さんが助けてって言ってんの？これ。迎えに行くの、私が金梅さんを。じゃあ、どうなんだろう、そういうのってさ、しなくていいんじゃない、これだって。ねえ、な、病院を変えたいっていうことか。ねえ、病院を変えたいっていうこと。金梅さんにだって私 LINE しようか。じゃあちょっとちょ待ってね、皆さん。今まあ一応ほら、まあ、つながってるってつながってるからね、ほんとこれ多分中村とかが言っても多分ね相手しないと思うのよ。うん、大丈夫かしら。うん、ちょっと、うん、移転したいのって書いておこうかね。移転したいのみたいな、うん、ね、一応送ったけどね、ほんと。そう、中村くん旅に出てるでしょ、うん、ね、結局。あ、店員ね、そう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 、うん、ね、と、真央ちゃんとか。そうだよね、ほんと。ゆうのくんとかどうすんだろうね。うん、結局もし何かあったら誰が行くの、配信者とかね。養分とかだって大阪だし無理だよね。ゆうのくんかしら。うん、そう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 、もしなんか万が一なんかあった場合だって、お母さん名古屋でしょ、あの春日井かなんかどっか愛知県の方でしょ、で行けなくなっちゃうじゃないのだって。そう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 、うん、ねえ、誰が行くんだろう。あ、便所さんに連絡行くんだ。あ、便所さんになったの結局。あ、何かあった場合、金梅さんが。へえ、あ、そうなんだ。うん、あ、こんにちは。あ、なんか意外。うん、そう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 、うん、処置のしようがないから、何もしないから変に、何、素人が動かない方がいいと。な、金梅さんがってこと。そうね。まあでも結局病院移りたいっていうのは、まあ、そういうのって本人の意向もやっぱあるからね。あ、匿名さんに行く、ありがとうございます。結局ね、うん、いや本人が変えたいって言えばね、まあ変えれるよね、病院ね。うん、そうそう。でももう今だって皆さんね、セカンドオピニオンってことでしょ。だからねえ、あんな状態でどうやってん、ほんと。あ、カプセルありがとうございます。そうよ、皆さん、もともと通ってるところの方が絶対私いいと思うんだよね、結局。そうそう、あの状態で受け入れてくれるところってあるのかしら、ほんと。ねえ、だいぶだってひどいでしょ今。もう多分ね、痛いんだと思うのよきっと。もう、そうそう、辛いんだと思うの今きっと。もう、そうそう、だから多分ね、移りたいんだろうね。うん、あ、カプセルありがとうございます。ね、今、そう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 、あ、カプセルありがとうございます。でも今 LINE したけど、だって帰ってこないし、私じゃないのよきっと皆さん、きっと。
うん、私じゃなくてね、うち、ん、から何病院に送ってってことなら協力できるけどと、病院から病院っていうのはそうだよね、本当そうだから、もう抜いてね、皆さん多分ね、もうしんどいんだと思う、きっと今もう心臓にも負担きてるし、皆さんもう、あ、金梅さんよ、うん、カプセルありがとうございます、そうそうね、カプセルありがとうございます。多分食事も結構あの皆さんメニュー見てると結構少ないでしょあれってね、うん、そう食事もね皆さんあれなのよ、タンパク質とかなんかそういうね脂質の多いやつだ、ああいうの食べるとさ余計に皆さん腹水がどんどん膨れ上がってくるのよ、うん、だ少なめで野菜多めのねそういう風なね食事にしないといけないのよ、肝硬変とかの人って、そうそうそう、あのもう肝硬変末期の人はもうそういう風な食事にしないとどん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 膨れてくるのよ、そう食事制限されてると思う、すっごいもう食べたくてもだからそんないっぱい食べれないし、うん、そうそう、でお腹痛いでしょずっと、いやだから向かいに、いやだから大丈夫って、うん、ね言ったけど返事がないのよ結局、そうだから私じゃないのよきっと、うん、今 LINE 送ったけど私じゃなく多分違う人に多分連絡してるんじゃないかな、うん、そうそう、でもね私あんま安易に多分ね他の配信者とか多分行かない方がいいと思うのよ、もうそうそうそう大丈夫とは送ったけど、じゃあ私迎えに行くわけないじゃん、だからじゃあだからあのねもうなんていうのネタとして行くのやめた方がいいと思う、私はもう今回はマジで病院から病院、あ、まあその転院したいから手伝ってほしいっていう風に言われたとしてもやめた方がいいと思う、うん、命に関わるから皆さんこれ、うん、そうそうそう、もう分かる、うん、決めるのは医療関係であって一素人の私たちがそれで動いたとしても絶対ダメ、本当そうそうそう、軽はずみで面白いから閲覧取れるからとか言って中村くんみたいに前ね金梅さん大変だからって言ってね救急車呼んだから行くっていうものとちょっとわけが違うのよ今回、うん、そうそう、ね、ちょっとね今あの行かない方がいいと思うわあんまり、うん、軽はずみで行くと良くないと思うわ本当、そうそうそう、手助けするのも違うと思う、うん、そこでね辛いからじゃあ手伝いに行きますっていうのも違うと思うわ、あ、てんちゃんありがとうございます、ネタにできない今回はちょっと、うん、そう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 かなって私思うんだけどどう思う皆さんは、うん、うん、そうそう、うん、ねえ、いや面白おかしくこれは、ね、なんつうのネタとしてまあ扱うようなもんじゃないと思うんだよ私はね、そうそう、まあ金梅さんはね何でもそうだけどネタにしてほしいっていう風なことはいつも言ってるけどね、うん、でも今回病院から病院でしょ、ちょっとなんかね無理だよね、うん、あ、こんにちは、そう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 でしょ、またそれでまた連れ帰ったりとかしてどうすんの、また皆さん責任取れるの、うん、そう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 ね、例えばだからねそれで、うん、ね迎えに行きます、乗せます、体調が悪くなりました、どうすんのって感じよ、病院から出てきてね本当ね、うん、そうよ結局、うん、そうそう、あ、カプセルありがとうございます、誰が助けるのそれ本当、うん、どうする、そこで意識不明になったらどうするのって感じじゃない、本当あんまね安易にそういう風にねやめた方がいいと思うわ、うん、まあ、多分誰か言ってると思うけど今ねきっと今ねそれで行こうとはしてると思うけど、うん、そう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 、うん、そう誰が連れ回したのって、そう、あなたのせいでそういう風に体調が悪くなっちゃったんじゃないのっていう風になるんだよこれ、そうそうそう、うん、ね、カプセルありがとうございます、うん、ね、
ちゃ今ね違うと思う。金盤線も多分辛いんだと思う、めちゃくちゃ。もう辛くて辛くてね、もう本当もう早く出してほしいって。もっと多分楽なね緩和ケアみたいなものがあるんじゃないかなっていう風に、多分本人が多分もうねもうパニックを起こしちゃってても多分きっともう、うん、じゃないの。そうそうそう、うんね、辛いのよそれだけ、うん、辛いの。そうそうそう、違う、もう辛すぎてもう本当助けてほしいんだよもうこれね。うん、そうそうそう、うん、っていうか何、家にいて救急車呼んだ方が早かったと。もう点滴を入れて治ってたってなんだよねえ。うん、まあ大丈夫じゃないのこれで、うん、良くなったのよ。だから皆さんわかる？そう、点滴入れて治ったっていう風にほら言ってるから、そう良くなったってこと、とりあえずだパニックをだから起こしたんだよ。だからもう何とかしてほしいって、うんね、痛くて痛くてもうどうしようみたいな、うんね、そうこの病院何してるんだよみたいな、うん、点滴をしてくれないっていう風な感じだったんだ。あ、なるほどね、はいはい、あ、何も処置をしてくれないからか。あ、でもなんか様子を 見たいっていう風なことでしょ皆さんこれね確か、うん、そうそうそう、多分なんかその複数抜いたばかりで今すぐ点滴はやめときましょうっていう風なことこれ書いてるからね本当。そう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 、うん、負担かかるからっていう先生の多分判断もあるんだろうねきっと、うん、ねえ、でももう処置してほしいっていう風な方に望んでるから、もうだから無理食いにしたんじゃない点滴を。だからとりあえず、そうそうね、うん、うるさいからそういうと、うん、ね、多分痛いからでしょうきっと、うん、アフワカプセルありがとうございます。いやー金梅さんね本当、うん、でもなんか病院変わるって聞いたけど私ね、ね、病院変わるとは聞いたのよ私、うんね、近々病院変わるって聞いたよなんか、うんね、東部病院だってなんか移動するって聞いたよね、なんか違う病院移動するみたいな、うん、あ、変わったばっかりなんだ病院。あ、そうなんだ今。あ、もう家族しか会えないんでしょ、だから面会できるのって。うん、いつまで生きれるって言われたんだろう。いや、わかんない。うん。そう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 。あ、こんにちは。ねえ。そう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 。ん？この話はひーちゃんも話してて辛そう？その実感がないのよ。会ってないし。金梅さんと。その悪くなった状態の金梅さんとは会ったことないのよ。まあ、写真は見る限り悪そうだなっていうのは思うんだけど。そうそうそう、うん、そう痩せたから会ってないしみたいな、全くね1年ぐらい会ってないもんだって。うん、そう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 、うん、でしょ、余命宣告、うん、そうね、じゃあ会えないのよ、もう会えないのよ、うん、もう家族しか会えないのよね今回の病院って。うん、確か前の病院だったらなんか会えたんだよね確か、確か今の病院は会えなかったはず、もう家族しか無理だって聞いたわ。うん、あ、カプセルありがとうございます、ありがとうございます。そう結局腹水ね、もう抜いて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 よね。そうそうそう、前までだって金梅さん腹水抜いても結構ほら間が空いてたよね。いや今回抜いても抜いても抜いても出てくるよね本当。あれねやばいよね本当、あれは大変だと思うわ、本人も嫌だと思うわ。うん、あ、匿名さんに1個ありがとうございます。いやあれ大変だと思うよ本当。あ、胸水もあるんだ、大変だよ皆さん。もう肺にもだからもう水が溜まってみたいな、お腹にも水が溜まってね、うわもうね辛いと思う一番本人が。そう苦しいと思うわ一番本人が、もうとりあえず、うん、やばいやばい本当、うん、そう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 、うん、
プセルありがとうございます。うん、そうだよね、ほんと、うん、そうそう、抜いても抜いてもね、出てくるしね、ほんと、うん、金林さんね、腹水っていうのはね、お腹パンパンに張る感じだね、うん、お腹苦しいよね、ほんとに、うん、あ、チャモーネ君、あ、ありがとう、この間ね、うん、胸水はね、水が溜まるともう息しづらいよね、もうほんと、胸がすっごいクーっていう風に、辛いって言ってるわ、うん、そう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 、うん、でしょ、うん、でもなんか負けじと金林さんもなんかああやってね、辛いながらもああやってツイートしてさ、なんかこうやってるの見るとなんかね、頑張ってるなっていう風に私は思うけどね、本当、そうそうそう、辛いながらもそうやってツイートしてさ、本当私なら多分できないと思うわ、あんなツイート、うん、そう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 、うん、ね、そうなのよ、だから皆さんで金林さんをちょっと見守りましょうね、本当、そうそうそう、うん、あ、カプセルありがとうございますね、あ、美白ちゃんありがとうございます、まあ励ましのねツイートとかであったりとか、金林さん見てると思うし絶対、うん、あ、カプセルありがとうございます、何かね本当してあげたいなと思うんだけどね、本当、うん、そうそうそう、あ、カプセルありがとうございますね、本当、まあ見守りましょう皆さんね、とりあえず、うん、あ、カプセルありがとうございます、ありがとうございます、いやー、まあそんな感じでね、皆さんよろしいですか、ほんと、うん、あ、皆さんの無料投げてください、有料もお願いします、そう、メイクしないと、メイク、ちょ、メイクの時間が皆さんちょっとどん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 とね、あ、匿名さん2個ありがとうございます、ありがとうございます、ふわカプセルありがとうございます、さあメイクしていきましょうか、じゃあね、とりあえず、うん、ね、あ、たかこちゃんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、たかこちゃんありがとうございます、ありがとうございます、ここでするよ、ここでメイクする、とりあえず、うん、ね、あ、ゆきたろうちゃん、たかこちゃんもありがとうございます、メガホンありがとうございます、ありがとうございます、たかこちゃんもありがとうございます、ありがとうございます、あー、すごい、たかこちゃんありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、匿名さんもありがとうございます、さあ、じゃあメイクがね、皆さん始めていこうかしら、とりあえずね、ちょ、着替える、まずね、皆さんお着替えするわ、ちょっと、あ、匿名さんありがとうございます、遅くなっちゃったわ、ほんとね、ちょっと私もね、皆さん気をつけないと、私もね、脂肪肝持ってんのよね、脂肪肝持ってるしね、糖尿持ってるから、皆さん、私もね、ほんとね、まあちょっと危ないよね、私も肝硬変になる可能性あるしね、これ以上ね、ずっと脂肪肝がずっと続いてね、ほんと、うん、そう、痩せない限りずっと続くしみたいな、そうよね、あとは糖尿病とかね、皆さん目が失明するとかね、手足が腐るとかね、そう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 、透析になったりとか、そうよね、お酒飲まなくてもなる人はなるのよ、脂肪肝って、うんね、そうよ、あのコレステロールとかがね、うんね、結構、あ、カプセルありがとうございます、太ってる人結構なるよね、脂肪肝ね、うん、だ、肝臓にだから脂肪がついてんのよ、そうよね、そうそうそう、うん、いや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 、なんかね、皆さん本当ね、うん、でしょ、透析、そう、足切断してね、透析するんだけど、そうだよね、あけぼのにはどうして、うん、そう、脂肪肝も肝硬変なんで、肝がんになったりとかするしね、うん、
あ、カプセルありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお着替えするわよ皆さん。とりあえずもうほら6時になっちゃったわよね。えあれよあれよという間に1時間経っちゃったわよ皆さん。早いわね本当。あ、カプセルありがとうございます。え、あけぼのさん亡くなったの？なぜ？いつ？あけぼのさんって？そうなの？亡くなったの？なぜ？うん、知らない。心不全で？心不全。54歳で亡くなったの。心臓悪かったのかしらね。うん、やっぱ体重じゃない？私もそう思うけど、うん、ねえ、いや知らないわよ、ほんと全く。あ、そう。太りすぎてじゃないの、もしかして。ねえ、あの時。うん、いや、お相撲さんなんて、あれね、皆さん。だって無理に、だって太るためにやんなきゃすっごい暴飲暴食するからね。うん、いや、ほんとにそうよ。うん、そうそう、スポーツ選手、短命が多いよね。うん、皆さん心臓のなんかそういうあの何ていうの、脈っていうのすっごいだって速くなるじゃんスポーツって皆さん。うん、じゃスポーツ選手ってああ見えて結構アスリートなんだけど、そうそう、結構心臓にものすごく負担きててすごく短命だっていうね。うん、カプセルありがとうございます。そう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 、7年間闘病してたの知らなかったそれ。あ、そうなんだ。準備するわね、準備皆さん。あ、カプセルありがとうございます。そう、アスリートって短命だよね、ほんと。うん、そうよ。うん、まあ、運動しないのもよくないけどね、ほんと。ちょっと着替えます。とりあえず、あ、カプセルありがとうございます。ありがとう皆さん、お願いしますね。無料お願いします、無料をね。有料もお願いします。ナイスもねお願いします。そうそう、今から始まりました。ほんと夜中の12時まで続きますよこれ今日は。うん、短命ね、短命。よいしょ、あ、カプセルありがとうございます。よいしょ、これでもシャツこれ脱いだ方がいいよね。ちょっと待って皆さんね、これシャツ多分脱いだ方が多分ねきっといいよね、このタイツね。そうそうそう、あ、カプセルありがとうございます。よいしょよいしょ、よいしょ、これ乳首に貼ります、うん、ね。よいしょ、カプセルありがとう、ありがとうございます。みんな生きてる？死んでる？ねえ、ほんと。乳首おっぱいに貼ってね、とりあえず。ねえ、ほんと。生きてる？あ、ごめんなさい。死んでるかと思ったわ。よいしょ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 。はい、よかった。よし。こうしてね。こうして、うん、はい、オッケー。よいしょ。あの二人はいない？何あの二人誰？あの二人って誰よ？うん、何あの二人って一体ね、本当。どこの誰よ二人って一体ね。ちょっとこれでこうでこれでメイクしていきますよ皆さん。一人よ私は。黒ずくめの二人？は？うん、え？うん、もう喋らないで、うん、そうそう、ほんと、うん、ねえ、もう喋らないで。あ、カプセルありがとうございます。もうほんと、何言ってるかよくわかんないもんだって。ちちちだってねえ、うん、ひーちゃん見てる人？あ、いない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 、うん、いないな。あ、ベンツの人、あーあーあー、あっちで、ね、もう消えた、うん、いなくなってるわもう。そうそうそう、だって分かんないんだもんだ、何言ってるか。ちょっととりあえずね、じゃあとりあえずじゃあメイクしていきます。メイク
ちょっとね、まずちょっと白いね、これ皆さんね、やっぱりピンクをね直にこう塗るのはいいんだけど、 ありがとうございます、メガホンありがとうございます。そう、皆さんあの画用紙でもそうだけどさ、やっぱ白いところに色をやっぱ塗る方がやっぱ綺麗でしょ皆さん。でメイクもそうでしょ、まず白いアイシャドウ塗ってで上に色塗りましょうねっていう風に習ったでしょメイクって。皆さんそれと同じでね、そうそう、ちゃんと綺麗に発色するためにはまずしっかり全体的に白をねこうねまんべんなくこう塗ってあげるのが一番なのよ。そうそう、こうやってね、こうやって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 こうするのよ。そう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 、うんね、こうやってこうやってね、うん、分かった、うん、ありがとうございます、カプセルありがとうございます。うん、そうコントロールカラーでねこうやって塗ってあげるのよ。そうそう、ポチ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 って言ってね、こちらの人あ見てこないわね、うん、波にここら辺あれだね、いい車乗ってるわねここら辺の人ね、皆さん思わない、ベンツとかさポルシェとかね見てほら前ね、ベンツポルシェね、スポーツカー、またベンツ、ベンツね、ベンツね、ほんとねえ、ほんと金持ちね、ほんと足立区では全然見ない光景よこれ皆さん、ほんとだいたいね足立区にいないわこんなの、うん、そうあカプセルありがとうございます、ないわほんと、うん、維持費も大変そうって、三重ですよ三重、足立区いないよ、ベンツいな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 い、いないほんと、いな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 い、そう足立区なんかベンツあったらほんとね、誰かが多分盗むと思うわほんときっと、うん、そうそう、傷をつけたりとかするわよ絶対、そんなところ落ちたらね絶対。あ、カプセルありがとうございます、投げてね皆さん、無料もお願いしますね、有料も。え、どこにいるのって、どっかよ、匿名さんに1個ありがとうございます、ありがとうございます、はいこんにちは、うん、そうそうそう、なんで知りたいのよ、んなんで知りたいのよ、そんなどこにいるか、会いに来るの本当ね、変なこと聞くね、どこにいるかなんて本当ね、どこでもいいでしょ本当、私がどこにいようが何しようが本当ね、でどっかだよ、日本のどっかだよ、そうだよ、そうそう、特定してみなさいよ特定、うん、あカプセルありがとうございます、ありがとう、ねえ特定してごらん特定、うん、突させていただけるところにいるのかなって思ったってこと、あーここにってこと、あーなるほどね、うん、後で教えるわねとりあえず、先にちょっとメイクするから、うんね、でももうツイートに書いてるよ私、うん、どこにいるよとかっていうのもね全部ねツイートしてるからね、うん、そうそう、あカプセルありがとうございますね、うん、大体もうファンのみんなは X 見てるから大体、うん、そう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 、もうね今日お休みかなとかも全部ね載ってるし、そうそうそう、うん、明るい時間に配信どうしたのと、イベントだからもう最終だから、もう振り絞って頑張ろうみたいな、うん、もう夕方から頑張ろうみたいなことよ、ちょっとね、そう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 、うん、そう頑張ろうみたいな、やっぱり、あカプセルありがとうございます、だってイベント勝ちたいよね皆さんね、トップ10入りたいもんだってね、今だって14位でこれちょっとねトップ10入りたいなっていう風な気持ちがやっぱあるのよ、最後最後ね、やっぱ振り絞って、そうだから、うん、
あ、カプセルありがとうございます。フワカプセルありがとうございます。ありがとう、メガホンありがとうございます。カプセルもありがとうございます。皆さんお願いします。投げてください、よろしくお願いします。カプセルありがとう。そう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 ね、うん、もうはい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 、あ、かくちゃん5個ありがとうございます。ありがとうございます。あ、匿名さん、あらあら、2個ありがとうございます。ありがとうございます。かくちゃんありがとう、ありがとうございます。ふわカプセルありがとうございます。ありがとうございます。こうしてね、カプセルありがとうございます。こうしてこうしてみたいな、うん、だいぶ綺麗でしょ皆さんね。そう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 ね、まあ、このぐらいかしら。赤口ありがとうございます。このぐらいね、うん、ありがとうございます。各地ありがとうございます。ありがとうございます。すごいすごい、ありがとうございます。すごいわね。いや、ありがとうございます。いや、嬉しいわ、ありがとうございます。で、これで塗りましたね、これで塗りました。アポちゃんありがとうございます。ありがとうございます。各地、あら、ありがとうございます。あら、あらら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 、ありがとうございます。小麦ちゃんも、あらら、すごいわ。あらら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 、あららら、ありがとうございます。あらら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 、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あら、すごいわ、かくちゃんありがとうございます。すごいすごいわこれ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいわね、ほんと、すごいわね、ちょっと、うん、そう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 、うん、さあ、ちょっと、ね、この上からちょっとね、白い粉をこうね、振って振ってね、振ってここね、ちゃんとしっかり固定させてね、そうそうそうね、固定させてって感じ。ほんと、うん、映えが出ません。そうね、出ないわね、映えがね、ほんと今日ね、ほんと待ってて、ちょっと少しね、うん、ね、ちょっと、うん、出るときは出るんだけどね、ほんと、うん、ちょっとね、今出ないかもしれないわね、うん、あ、カプセルありがとうございます。ありがとう、うん、ね、うん、原平に全部、何それ、何言ってんの、ほんとね、うん、はあ、もうほんとね、疲れますね、ほんと、毎日毎日ほんと、もう昨日も疲れました、ほんと皆さんね。あ、ゆき太郎ちゃんありがとうございます。あら、5倍ありがとう、出たわね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。出るわね、そうそうそう、うん、出ますね、よいしょ、さあやりましょうかね、色つけていきましょう、色ね、うん、もうもうね、夜中なんて皆さんもうコメントないよ、全くね、もうコメントの反応はないしね、ほんとね、ナイスを押してって言ってもナイス増えないしね、コメントはもうわかる皆さん、私が喋りかけてもね、全くね、コメント反応ないしね、ほんと、もうほんと、もう夜中やらないわ、うん、ね、そう、定期の時間が一番、本当に8時半からの時間が一番盛り上がってると思うわ。もうなので、もう深夜の時間やめます。うん、皆さん。もう深夜帯の配信やめました。本当、うん、ちょっと、うん、当分やめます。うん、本当、誰もいないんで。うん、そうね、本当。うん、もうや、当分やりません。本当、うん、ね。
いやいやいや、うん、そう、別の方の配信見てください。うん、ちょっと、うん、もうやりません、ほんと深夜はダメ、うん、ね、誰もいないし、うん、ね、寝てるしね、ほんとみんな眠ってるからね、そう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 、うん、ね、もうやってもダメよ、ほんと、うん、そう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 、ちょっとモデルチェンジしよう、モデルチェンジ、うん、ちょっと、そう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 、うん、綺麗でしょ皆さん、色がほら、ね、色が綺麗でしょ、こちらほら、ね、そうそう、綺麗塗るでしょ、本当、うん、そう、夜中見れないからもうやめるの、本当、みんなが起きてる時間に配信する今後ね、そうそうそう、うん、ね、ちょっと時間変更する、だから8時半から12時っていう感じでね、終わってもうそっからもうしないって感じ、うん、そうそうそう、うん、ね、ちょっと、うん、見ないし、うん、誰もね、本当。うん、カプセルありがとうございます、そう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 、うん、ね、でもね、結構夜中はね、結構ね、昔は10あったんだけどね、いや10あると思ったんだよね、夜中もね、結構ね、夜中の放送ね、夜って怖いじゃん皆さんね、結構深夜帯とかって結構ほら、一人暮らしの人って結構怖かったりするじゃん、配信やってくれるとすごいありがたいんですっていう風なさ、声があったんだよね。あ、かほちゃんありがとうございます、そうそうそうね、寝れない人とかね、そうそうね、いやでももうあれだね、需要ないの夜中はね、もうやらないことに決めたの、ほんと、うん、で夜中ありませんからね皆さん、ほんとそうそう、当分ね、ご安心くださいませ、ね、ほんとね、うん、もう深夜の配信なくなりましたんで、うん、廃止、うん、あ、カプセルありがとうございます、ありがとうございます、うん、だ寂しいよ、だって8時半からやってるもんだって放送、あとらちゃんありがとうございます、だ8時半から見て、うん、そう、8時半から深夜の12時半のね、もう4時間で、うん、あ、カプセルありがとうございます、ありがとうございます、そうそうそう、あ、これいいじゃない、綺麗だね、うん、あ、いいじゃないね、バッチリじゃない、綺麗だねこれ、今回いいじゃない、いや今回乗ってんね、色がすごい綺麗よ皆さん、ピンクの色、うん、そう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 、うん、ね、いいじゃんいいじゃん、うん、お出かけ配信なし、いやだから4時間でながらもうやるってことよ、パパパパパパってね言って、そう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 、うん、ね、4時間でもう終わりって感じ、その方がいいよね、短くてね、その方が、うん、そうそうそう、だって前まではそうだったもんだって、ずっと、うん、ね、あの昔はね8時からずっとね12時で終わったし、普通に放送毎日、うん、伸びたのよ放送が、うん、カプセルありがとうございます、だって異常だよね8時間ずっとやるってねえ、ちょっと、うん、あ、カプセルありがとうございます、でしょ、いやダラダラ配信じゃ、雑談がいいっているのよ、リスナーさんでもね、私のこの雑談がすごくいいっていう人もいるのよ、やっぱりだって、だって8時半から始まってね皆さんね、えだって10時半とか11時まで雑談するでしょ、そっから準備するね、え枠を切り替えてまた やるわけよ、企画をね、もうだって皆さんたっぷりだよね、ほんと、もう8時間たっぷりよ皆さん、ほんとね、雑談も精一杯やる、準備も精一杯やる、ね、企画も精一杯やるってね、皆さんそうだよ、大変なんだから、あ、ポテチちゃんありがとうございます、それ毎日だからね、ずーっとね、えもうやらないもうやらない、ほんと、うん、うん、体調崩すわ、ほんと、うん、ねえ、そうそうそう、もうやらない夜中はえ
雑談短いだろ。だったらナーボー君とか西川さんどうなの、4時間とかやってんじゃん普通にね、雑談とか。雑談がつまらないの？人の話を聞くのが何つまらないってこと？あーなるほどね。ね、別にそのあなたのためにやってないから放送は。悪いけど。そうそうそう。ね、でしょ？だってあなた中心で配信してないもんだって。言って、足びれちゃありがとうございます。ね、だって私のしたいようにやってよくないだって。そうよ。あ、バブルバルありがとうございます。あ、カナンナちゃんもありがとうございます。ありがとうございます。でしょ？ねえ、雑談ってね、別にぶっちゃけ皆さんさ、ねえ、なんでもいいの、雑の談義だから別に皆さんそんなの。ねえ、これっていうものがないのよ、雑談っていうのは。でしょ？別に面白くなかったら別にどっか行けばいいしね。いいね、ありがとうございます。そうよ、別に見たくなかったら別に見なければいいじゃん。だってだってあえてそこでつまらないっていう風なことの意味はこれ何一体ね、ほんと、あえて言う必要ないって、相手にそんなことね、いち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 。そうそう、黙ってればいいね、そういうのはね、普通に。ね、あ、ありがとうございます、メガホンありがとうございます。ね、ほんと、なんかあえて本人直接言って何がしたいの、ほんと。私たまに思うのよ、座ってね、ほんと。あ、カプセルありがとうございます。でしょ、で最後ね、こうやってね叩く、あ、綺麗じゃない、すごい綺麗ね、発色いいね今日これ。だこれちゃんと粉をこうしとくとね、皆さんもうこれね、夜中まで大丈夫よこれ。夜中まで大丈夫、取れないから。もうね、これちゃんとしっかりと、汗かいても取れない。粉をね、こうしっかりとこのこうね振っとくの、こうやって、そう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 、ね、パチ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 みたいな。シャネルかしら、何言ってるの本当。ちょっと面白くないわよ本当。こう、そうそう、靴で帽子でね、こうやってこうやってこうやって。あ、トラちゃんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、そう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 、ね、そう、おパンチウサギ、ランランちゃんありがとうございます、ありがとうございます。あ、ちょっと待って、こうしてね、こうしてこうしてね。ほっぺはもっと何？粉をして、目が痛い。あ、目が痛い。あ、いいわね、綺麗や皆さん。ねえ、結構丁寧にやってるわね、本当。そう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 。あのね、皆さんなんかね、記事を見たのよ。昨日か一昨日かな。あ、トッティちゃんありがとうございます。皆さん、パートとかさ、アルバイトとかさ、例えばもう社会で働いてる人いるわけでしょ、ここで。例えばさ、子供のいるさ、お母さんとかでさ、あなたさ、子供いないんでしょみたいな。だったらシフト変わってよとかっていう風にさ、言われたりとかする？なんか。そういうのある？なんか。ね。あ、そういうのないの？ね。あ、言われたことある？なんか。そう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 、なんかそういう風に言われたことがあるみたいなさ、見たの記事でね、そうやってやっぱり、ね、そうそうそう、そうやっぱり独身だしみたいな、そういう風にやっぱ言われたら、やっぱりちょっとね、あの、変わらないといけないのかしらっていう風になんか思うっていう風な、なんかそういう風な記事をね見たんで私ね、本当。ただなんか言い方とかがあってね、ね、ごめんなさいみたいな、ちょっと子供がちょっとね体調悪くてみたいな、どうしてもちょっとシフトを変わってほしいんだけどとかって言い方ならわかるけど、あ、キキュットさんありがとうございます、あなた子供いないんでしょみたいな、だったら別にさ予定ないんだから変わってよとかっていう風に言われるんだって。なんかそういう風な言い方ってどうなんだろうとかっていう風なやつを見て、ああなるほどみたいな。
ああ、なるほど。そういう人いるんだな、みたいな。あ、カプセルありがとうございます。うん、そうそう、お願いする言い方でも何でもないし、みたいな。わかるけど、変わってあげたいのはわかるけど、その言い方がね、すっごいカチンときたっていう風なやつを見たの。なんかどっかの記事かなんかで見て、ああ、なるほどね、みたいな。うん、そう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 。なんか最近そういうの多いんだって。うん、最近多いんだよね。やっぱ多いじゃん。お母さん子供いるのに、子供いてやっぱ働いてる人っていっぱいいるから、そうそう、やっぱそういう風にやっぱ言ってくる人ってやっぱいるんだって、うん、ね、そう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 、うん、あ、いい感じね、綺麗よ、綺麗綺麗、うん、あ、こんにちは、うん、そんな露骨にいるんだっていう人いるんだって、ほんとびっくりよね。そうそう、うん、それで続きまして、ちょっと待って、おパンチウサギ、うん、そう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 、うん、ねえ、だってね、皆さんね、うん、言い方の問題だよね。そうそうそう、土日入らないのが当たり前みたいな感じなの。あ、そうなんだ。カプセルありがとうございます。あ、土日は入りませんって感じ。あ、子供いるからか。あ、なるほどね。うん、あ、カプセルありがとうございます。ひーちゃんがもし言われたらどうやって言い返すって。私子供いないんだから代わってよって言って。あ、私だったらどういう風に言い返すかってこと。うん、私も実は子供いるのよって言うわ。いるじゃん、お家に赤ちゃんいるでしょ、うん、ね、ゆりきいるでしょ。あ、ごめんなさいみたいな、私も子供いるのよみたいな。そうよ、同じよみたいな、うちにもいるのよみたいな。おーね、でしょ。そう、そうやって言おうかしら、じゃあね。おー、どうやって言うかってこと。まずお説教するかもね、ほんと。そういう言い方ないんじゃないって言って。うん、ね、私だったら言うかな。あの、ガチで、あの、言うんだったらよ、ほんと。そういうのないんじゃないって言って。うん、普通にね、人に対する頼み事じゃないよねって言って、まず言うね、相手に直接言うと思う、私は。うん、ね。いや、言い方の問題でしょ、みたいな。そんな言い方されたら変わりたくないわ、みたいな。そうそう。だって今後のためにもそうじゃん、だって。だってその人のために、その人のためにっていうかね、だってだ、そういう言い方されたって絶対さ、いや変わってあげようかなと思わないよね、だってだ、子供がいるしみたいな、ごめんなさいって言って、どうしてもこの日はみたいな、お休みが必要なんですと、だ、変わってほしいんだけどみたいな、どっかで埋め合わせしますんでとか、どっかシフト変わりますんでお願いしますみたいなね、だ、言えば、あ、子供だったらまあ仕方ないかなってやっぱりね思うよね、やっぱ、あ、子供いるんだったらしゃあないわってそう思うから変わるかもね、うん、カプセルありがとうございますね、ほんと。あ、でもなんか私も変わっちゃいそう、そういう風に言われても私ね、いいよみたいな。そうそう、いや、わかるよ、子供いながら働くってね、やっぱどんだけ大変か。そうそうそう、うん、ね、やっぱり、いや、わかるけどね、うん、よいしょ。あ、これね、これこちら、わー、難しいな、これね。結婚ね、またね。この顔がね、できないのよね。そう、ほんと。このお顔ができないわけよ。あれ、ちょっとさ、ここチークついてる？おパンチウサギ。ここら辺ちょっと少しチーク塗ってるよね。丸いチークみたいなやつ。あ、特命さん3つありがとう。こないだよかった？難しいね。これ、丸くすればね、丸くね。丸く、だからこういうちょっと雲みたいなじゃない、こうやって、ちょっと待って、もうちょっとデカめに描くね、もうちょいデカめかしら、ちょっと、うん、こんな感じでいい、もっとデカめの方がいいかな、皆さんね、うん、もっとデカめ、うん、ちょっとちっちゃい、これちょっとどう、もうちょいデカめにする、目、ね、いい？こんな感じでいい？あんまでかいと、でもあんまでかすぎてもね、皆さんね。
あれだよね。変よね。あんまでかくっても。そうそう。反対回、どう皆さん。もうちょっと？もうちょっとかな。これでいい？皆さん。大丈夫？ちょっと。うん。もうちょいでかめ？でもあんまでかすぎてもどうなんだろう。結構。うん？こんな感じ？嘘。こんな感じだった前。あ、ちいちゃんありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっとデカめにするじゃん。あ、10倍ありがとうございます。デカめ？結構もうちょいデカめかい。うん、そう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 ね。ちょっと私今日ね、なんでまたいいおパンチウサギって、ちょっと原宿でこれ歩いてみようかなみたいな。渋谷とかどういう風な反応するかなみたいな。今日ね、あのキラキラ光るやつ持ってきたの皆さん。で今日ねキラキラ光るやつとね、あとこちらね、モバイルこのバッテリーのやつ、これもう充電してきたから完璧。あ、ムーニーマンちゃんありがとう。ほら 80% までね充電したから、体に巻きつけて光りながら歩こうかなみたいな。今日ねちょっと原宿から渋谷にかけて歩こうかなみたいな感じでね、今日はちょっとお散歩しようかなみたいな、あっちまで歩こうかなみたいな、光りながら歩くのハロウィンみたいな。そう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 、ねえ、でしょ。やっぱ暖房だろ目立ってね皆さん、やっぱり。そう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 、うん、で写真撮ってもらってね、あげてもらってみたいな、あれ私ですっていう風に言うのが気持ちいいのよね。え、そう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 。だ前回もだってほら写真撮られてたじゃん、私ファミリーマートかなんかでね、いる時にね、有名ななんかインフルエンサーさんか誰かが私のことね取り上げて写真撮ってくれてね、本当後ろ姿のやつあれ、うん、そうそうそう、ああいう風な狙ってますちょっと誰かに拡散されるの狙ってるわけよ。そう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 、ほりゃそうよ皆さんね、本当でしょ。ちょっとね白い部分をちょっと皆さん作りたいかな、こうね、こうやって、うん、うん、ちょっとね白いやつ、白い部分ね皆さん塗らないといけないでしょ。こうね丸く丸くして、こうね丸くして、うん、あ、こんばんは、うん、こうしてね、そうそうね、今流行ってるから今のうちにしないと皆さんね、旬が過ぎたらほらね、できなくなっちゃうでしょこれ。おパンチウサギこうね、あ、カプセルありがとう、エンディクありがとうございます、ありがとうございます。こうこうしてね、こうして、うん、こんでいいんじゃない、どう皆さん、いいよね、こんな感じでどうかしら。あ、いいんじゃない、あ、いいわよ、うん、はい、でここ塗っていくと全部ね。あ、カプセルありがとうございます、ありがとうございます。なんか昨日エンディ君なんかあれだよね、マサヤの車でなんかカラオケしてなかった、あれマサヤの車だにカラオケできるのね、あれいいね、あれみんなでなんか盛り上がってね、ほんとね楽しそうにしていたわね、ほんと、うん、あ、カプセルありがとうございます。知ってる皆さん、マサヤの車ねカラオケなんだよ、カラオケできるのよ皆さん。そうそう、カラオケダムがついてんの、うん、あ、ベッドついてんの、すごいよ、ダムみたいな、ダムのなんかこうあるじゃん、ピッて押したら出るのあれ、うん、ねえ、ダムなんでって契約してるからじゃないダムと、いや、お金払えば皆さんのうちもカラオケルームできるよね、お金払えば、うん、第一交渉だっけなんかね払えばできるよ、皆さんも普通にカラオケ、うん、そうそうそう、うん、アンナちゃんとクラウン君もいたわね、いた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 、クラウン君もすっごい楽しかったですって言ってね、え、私と新年の時には一切言わないなんかそういう風なツイートをしてたわね、楽しかったですみたいなね、え、私何回も死んでいたことなのにね、え、楽しいなんていう言葉一回もクラン君から一回もね聞いたことないのよ、ほんとね、え、あの人
そうそうそう。あ、相当多分ね、楽しかったんだなと思ったわ。あ、まいちゃんありがとうございます。音漏れしない。音漏れしたって別に山かどうか行けばいいじゃん。ね、山かどうかね。心霊、何言ってんのあなた。ほんと。ね、楽しいじゃないの、私の心霊。ほんと。ね、ドキドキワクワク。あ、カプセルありがとうございます。ドキドキワクワクでしょ。ほんと。そうそうそう。あ、カプセルありがとうございます。ありがとうございます。うん。あ、こんばんは。ちょっとね、今日ね、山に行こうと思ったんだよね。山登りしようかなと思って、山登りでもやめたんだよね。ちょっと、ねえ。うん、あ、こんばんは。そうそうそう。うん。ねえ。高尾山登ろうと思ったの、今日久しぶりにね。でも高尾山なんか登ったところでね、皆さん本当もう富士山の皆さん、あのなんていうのね、過酷なやつを見てるからさ、そんなもん見してもね、本当微妙かなと思ってやめたのよ結局ね。そうそう、あ、カプセルありがとうございますでしょ結局。うん、クランコの枠でひーちゃんとなんかコラボしてほしいですって言ったら、めっちゃやりたいですって言ってた。なんかキャンプかなんか行きたいね。ほんとね。うん。キャンプかなんかね。ちょっと。うん。そうそうそう。なんかちょっと顔変じゃない？これ大丈夫？これ。皆さん。これ。なんか変じゃない？大丈夫？これね。ちょっと失敗した？これ。大丈夫？ちょっと。大丈夫かな？ブッサイクじゃない？うん、ほんと。ブッサイクじゃね？ほんと、大丈夫？ちょっと。ねえ。問題ない？ね、大丈夫？ちょっと問題ない？そうそう。どう？大丈夫？ここだから、ちょ、こう。どう？あ、可愛いんじゃないの？ねえ。あ、こんばんは。どう？皆さん。うん。ねえ。かわいい？皆さんどう？かわいいかしら。うん、あ、カプセルありがとうございます。いい感じ？皆さんどう？ん、何？少し何？ちょびひげ感がある？涙袋ってどこにあるの？ねえ、そんなあったかしら。ん、ほっぺた？ちょっと待って、ほっぺたなんとかするわ。ちょっと待って。待ってね、ちょっと少し。うん。ねえ。ちょっと待ってね、皆さん。え、次はだから白？ねえ。ちょっと白入れましょう、白ね。皆さん、いい？白色。白を塗る、ここにね。目のこの、ほら、瞳ね。瞳をこうつけてあげるね。ほら、見て。こうするとね、さらに変わんのよ。ね、ちょっとこういうね。どうかしら？皆さん。どう？ちょ、こう塗ってあげるの、白ここに。こうすると変わってくるよね。だいぶ。うん、ね。どうかしら。ね、可愛くないね今日ね。そんなことない？今日もっと前可愛かった気がするけど、そんなことない？これ、失敗した？これ。
ハワイかしら今日は。で耳をつけるとね、耳でもちょ耳ちょっとでかすぎたかなこれね、耳、うん、ちょ耳でかいねこれね。どうまた作りました耳、うん、耳でっかいねこれね、だいぶどう耳、よいしょ、もうちょい耳ちっちゃい、もうちょい耳ちっちゃいのかなね、もうちょい耳ちっちゃいのかしらな、ほらどうかしら、うん、もうちょい耳ちっちゃけかしら、でかいね耳ね、うん、でもなんかでかい方がな目立つのかね、でもおパンチョさげてもこんなでかかったっけ耳ね、うん、なんか結構もうちょいなんか短い感じするよね、うん、なんかちょっともう少し短くなかったねおパンチョさげってどう、うん、そう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 、すごくいい感じだから、ほっぺたもほっぺだからここに塗る赤く、うん、そうそうそう赤くね、ここちょっと少し赤め、ここ塗るのよ、わかる、少しこう塗るよね、塗るよここに、そうここに塗るの、あーやな、失敗したかもしれない、どうしよう、ねえ台無しよ台無し、あでも変じゃないね、え、あでも変じゃないね、そんな大丈夫皆さん、あ、間違えちゃった、大丈夫、ちょっと待って待って、大丈夫、 OKOK、 OKOK、 OK、 ね OK、 よいしょ、あやだやだ、こっち待って、あらこっち来て、あらやだやだ、ちょっと待って、もう何これ失敗しちゃった、こんなことない、もう黒ずんじゃった、ほんと大丈夫かしら皆さん、ちょっと大変だわ、え、大変、あ大丈夫皆さん、あ、いいんじゃないこれで、でこれでここでね粉をつけてあげるよ、粉、そうそうね、粉をつけてあげるね、ここ優しく粉をちょっとこうポン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 ってねちょっとつけてあげるよ、そう粉をつけてちょっとね、わかるの、ちょっと色を少し落としてあげるよ、こう落としてね、これで、ね、落として、そうそう落としてあげてね、でこれで次あれだね、黒を入れればいいね、黒、そうそうね、黒をこう入れてあげるね、黒いい、こうこうね、わかる、でこっちもこうこう、そうそうね、あいいんじゃないこれ、どう皆さんね、どうよ、いいんじゃないのこれだ、そうそういいじゃないこれだね、おパンチウサギ、うん、そう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 、あいいんじゃない、かわいいわ、ほら、あかわいいね今日、え今日前回よりクオリティよくね、ほんとね、前回よりいいじゃないのクオリティが、ほんと、うん、あ本当だ、リボンだった、リボン、リボンね探したんだよ今日ね、日中ドンキ行ったんで、あっちこっちでリボン売ってないのよね、原宿売ってねえかな、リボンね、もうリボン書くかね、ここにね、リボン変えちゃおう、もうねつけたらまた汚れちゃうもんね、リボン書きます、ここにね、こうやってこうしてね、
いいじゃん、もう前も帰ったもんだって。こうやってね、なんでやんの、いいじゃん別に帰ったって、汚れるもんだって、変えちゃうと、あ、ちょっとつけちゃうとね。あ、いいじゃん、あ、ポーチありがとうございます、ほら、いいじゃないの。探すまでが時間がもったいないでしょって話よ、だって。あ、カプセルありがとうございます。うん、この前やったばかり、見なけりゃいいやん、ね、またこれかよよ、ほんと。そう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 。え、カプセルありがとうございます。いいの？ほんと。ねえ。そうそうそう。ねえ。別にやったって別に何かやっても別にいいでしょ？ほんと。ねえ。ほんとよ。そうそう。おパンチウサギと言ったらもう私っていう風なイメージをね。ねえ。植え付けさせたいのよ、ほんと。よし。さあ、オッケー、皆さん。で、これで、ね、これでこっちよ。あのね、またこれかよってさ、他の配信者に言ってくれる？連日連夜ね、わかる、同じ、わかる配信者のことばっかり言ってね、ほんと。あっちに言えや、ほんと、思わない？ほんと。飽き飽きするわ、ほんと。そっちの方が。そうそう、ね、皆さん、ほんと。私は毎日変えてるわ。ほんとね、うん、献立表作ってるわ、ほんと毎日毎日、ほんとね、でしょ、どっかの配信者みたいに毎日カレーじゃないの、うちはカレー、肉じゃが、とんかつ、わかる、もうほんと、そうそう、いろんなねメニュー作ってるわ、毎日毎日、そうそうそうね、ほんとよ、え、ね、そう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 、そうでしょ、うん、その衣装うるさいで、返してもらってないわ、ほんと。自分でまた揃えました。え？ほんと。そうそうそう。よいしょ。あ、いいわね、これね。どうでしょう。よいしょ。最近料理配信したよ、先週とか。お料理作ったよ私、うん、ちょ、耳ちょっとでかいね、これ、ちょ、耳切ろうかな、ちょっと重たいしね、え、ちょ、耳でかいわこれちょっと、うん、そう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 、ねえ、耳がでかすぎてちょっと、うん、ねえ、耳は M なの、ちょ待ってね皆さん、え、だって切ったは良くない、耳だってね、え、ちょっとでかすぎてちょっと重たいんで、耳、じゃあ耳重たいのよ皆さん、重いの耳、ちょっと少し、あ、汚れちゃう少しね、あ、やばいやばい、大丈夫皆さん大丈夫ね、ちょっとちょっと汚れちゃった、まあいっか、うん、ねえ、え、そ、耳はね違う、よいしょ、 OK、 よいしょ、耳はね、これね、なんていうのかな、これは、これは何一体、うん、これプラスチックだね、プラスチックの塊みたいなやつ、これ、これだからもうちょい切ればいいのかな、この半分ぐらい、ねえ、このぐらいかな、ちょっと、うん、この半分ぐらいかしら、うん。どう？合ってる？ M 型なの？ M 型、あ、大丈夫かな？ M 型？よいしょ、あ、いいんじゃない？これで、どう？皆さんね、よいしょ、よいしょ、もうちょっと？もうちょいかな？よいしょ、ネズミっぽいけどね、うん、なんかちょっと、ね、ネズミっぽいじゃ、ネズミっぽいよね。なんかこれが多分もうちょっとあれじゃない、こういう感じでしょ、違う、だからね、合ってる、だから、なんかこれがこうだろう、違う、もうちょっと、そう、くっついてんだね、これね、じゃあ、
そうそう。じゃあもう一回切るじゃん。この半分ぐらいもっとね。あんま切っちゃったらもう大丈夫かな。変ならないかな。あ、テープあるよ。よいしょ。あ、このぐらいじゃない？もうね。もうこれ以上切っちゃったらもう皆さんねえ、どうなんだろう。あ、いいかもね。これで。で、これで、あれでしょ？くっつければいいんじゃない？これで。そうそう。ね、これでくっつけて。ね、一応テープあるからね。補強テープ。うん、ね、持ってるのよ。念のためにね、補強テープ。そうそうそう。ね。あ、これでこうくっつけてね。あ、これでいいんじゃない？ほんと。どう？あ、萌えちゃんありがとう。おパンチュウ先よ。そうそう。どうかしら皆さん、今回、どんどん腕を上げていますよ、おパンチュウ先。どうかな、本当。そう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 。ね、いや今回すごいよ皆さん。いや今回はすごい。ね、今回はすごいですよ。クオリティが。うん、うん、写真撮りたい一緒に。ちょっと私今日あれなんで、渋谷と原宿ちょっと私行ってね、接見するんで今日ね、狙ってるんでな、ね、私皆さん今日は。うん、そうそうそう。ね、そうそう、写真をお願いしますっていう風なね、あれを狙ってるんで今日私。うん、そうそう、そう、注目を集めるために私皆さん今日ねやってるんで。そう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 、うん、ね、いつもだってほら遅いじゃないやってるのね、今日早いから皆さん。いいね、ありがとうございます。で、中のリアトツ OK って書いたのよ。リスナーさん来るかなと思って、まあ、来ないと思うけど、とりあえずね、うん、あむゆちゃんありがとうございます。どうする、誰も来なかったな。ねえ、歩いてんだけど誰もね。東京ってでもそうだからな。ねえ皆さん、昨日の埼玉なんてね、みんな優しかったよね。うん、向こうからだって来るから、うん、ねえ、喋りかけてきてくれるのよみんなね。東京の人はなんか違うのよね、全くもう我関せずみたいな。もう本当ね、そうなのよ、全く見てもくれないよね、全く。ふーんって感じ。あ、まえちゃんありがとうございます。ふーんって感じ、何してんのみたいな。そうそう、 なんだろうね、本当。もうなんかそういうエンタメ系にも慣れちゃってんのがね、目がね、いるもんね、変な人いつも。そうそう、いつもいるもんね、変な人。そうそうそう、うん、ね、だから多分そういう風なものにね、慣れちゃってんのかもしれない。うん、そう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 、うん。さあ皆さん、できましたよ。さあ行きましょうかね。ちょっと今からね、出歩こうかしら。うん、どこに行って、原宿に行きますよ今から。うん、高輪ゲート、なんだかな、ゲートへ行くのよ。うん、リボンおでこいいのよ、これはこれで。え、ここ本当はここでしょ。いいんだよ、とりあえずこれはこれで。ほんとうるさいな、もうほんとね。えいいの、これはこれで。そうそうそう、ねえ、ほんとうるさいな、もうあ、こんにちは、こんにちは。じゃあ行きましょうか皆さんね、ほんと行きましょう。そう、細かいことは気にしないで、ほんとねえ、気にしすぎ、細かいこと。わかった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 、もううるさい、ほんとねえ、わかったわかった。あ、カプセルありがとうございます、ありがとう。ちょっと待ってください、目もね、分かる、目粉をね、ここにね叩いてあげてほしいの。 OK、
OK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  ね、もう今日真剣、今日真剣真剣。うん、あ、もら、あら、もらうちゃんありがとうございます。そう、そこね、そう、白いところ消えるから、この間しっかり固定してね。そう。こうしてね、絶対ね、消えないように。そう、今日ね。今日。うん、ね、今日。今日私 MVP 狙ってるんだ。MVP 狙ってるんだ。今日。そうそうそう。OKOK。うん、そう。うん、うん、ラスト皆さん本当ね、当たり前よ。さ、できました皆さん、おパンチウサギできました。お待たせ、結構時間かかっちゃったけどね、よいしょ。すぐね出ようと思ったんだけど出れなかった皆さんね。ちょっと金盤さんのこともちょっとあってね。ね、今日夜寒くない？夜寒いな、今日何？今日すっごい寒いんだけど、外まだ4月、もう4月よね皆さん。本当にこれ4月のこれ何、本当上旬なの、本当この天気予報が。風吹いて寒い皆さん、え、寒い、めっちゃ風吹いてる、うん、めっちゃ風吹いてるわ、寒い、ほんと今日日中も寒かったよ、私ね、暖房つけたものだって寒くて寒くてね、ほんと嫌だわ。うん、あ、米田コーヒーいいわね。あ、米田コーヒー行こうかね。あ、そうだね、あ、前回そうよ、米田コーヒー、なんで前回おっぱんじゅうさぎしたかって言ったら、そうだ、米田コーヒー行こうとしたんだよ私。いや、東京寒いよまだね、寒い寒い。あ、米田コーヒー行きましょうよ今日ね。これでいけるかな、米田コーヒー今日ね、ほんとねえ、これちょっと絶対お断りじゃない、絶対。しかも渋谷ってあったっけ、米田コーヒーってね、原宿とかあったっけな。はい、できました。どう皆さん、どう、おパンチウサギよ、うん、そう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 、いいかしら、いい感じ皆さん、うん、ちゃおパンチウサギ、ねえ、もう写真撮るからこれね、今日は、うん、ちょ、話題を今日かっさらうからね今日。うん、そうよ、よいしょよいしょよいしょ、じゃあ行きましょうか、旅立ちですね、旅立ち、よいしょ、そうそうそう、さあ行きましょうね。あ、こんばんは、宮駅坂上にあるの、あ、どこら辺だったっけそこ、米田コーヒー行こうね、ちょっとおパンチウサギのやつをね、リベンジだよ今日、あ、リベンジよ今日は、だからね今日リベンジ、うん、ほんとそうそうそう、よし、そうリベンジしよう今日は、うん、前回ね行けなかったから今日リベンジで、よし、そうそう、あ、渋谷にある道玄、あ、じゃあ結構いっぱいあるじゃん、行こう行こうね、ちょっと香水つけよう、ね、おパンチウサギっていい匂いするんだみたいなね、ちょっと、ちょっと思われないといけないわね、本当思わない、そうそうそう、うん、ね、そうよそうよ、まだやってんのかなおパンチウサギのやつ、ね、どうなんだもん、よいしょよいしょ、じゃあ行きましょうか、
待って、メイク直し持ってくね。メイク直し。ね。ちょっとメイク直しをいるわ、絶対皆さんね。メイク直しと、ね、あとピンクもね。ピンクと。そうそう。ん？大衆すごい、私？いや、私みんなからいい匂いするって言われるよ、みんなから。すごくいい香りするね、みたいな。ひーちゃんって、すごくいい匂いするみたいな言われるよ。ほんと、ね。言われる言われる。いい香りって。んいい匂いするみたいな、ひーちゃんってみたいな。聞いてごらん。そうそう、うん、あ、取れちゃう、こっち。うん、そう、今日すごいっしょ、気合が。やっぱ今日イベント最終日だし、前回ね、ほんと、ね、ちょっと、中途半端だったから、ちょっと今回はきちっとね、やるわよ、皆さん。そうそう、ね、ここもちゃんと固定してね。そう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 、うん、そう。ずれないように、わかる皆さん、こうきちっとね、こうきちっと貼っとく。そう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 、うん、あ、カプセルありがとうございます。ありがとう、バッチリでしょ、バッチリ。あ、カプセルありがとう。ちょっとあっち、おしっこしたいんだよね。ちょっとね、そこら辺でおしっこしたいんだけど、ダメよね、ほんと。ちょっとよいしょ、おしっこしたいのよ、ほんと。よいしょ、じゃあ行きましょうか、皆さん。うん、どうやってね、この、ここから脱げる、ほら、こうやって、ビャーって。ちょっとそこら辺でおしっこしてもいい？皆さん。そうそう。ねえ、そこら辺でおしっこしていいかしら。ほんと。ちょっと、漏れそう。ちょっと、ねえ。折れそうなのよ。あ、カプセルありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとこんな、こんなに暗くなっちゃった、皆さん。明るくなった、ほんと。よいしょ、よいしょ。まあこれで、あれ？どこ行ったの？あれ、皆さん。あったあった。あれ？着火。あ、カプセルありがとうございます、ありがとう。どう、皆さん、綺麗でしょ、チカチカして。うん、そうそう、わかる、これで歩きますからね。あ、タハホちゃんありがとう。そう、これで歩きます、うん、皆さん、ね、はい、そうそう、花魁します、花魁を。この格好でね、歩きますからね。そうそう、な、ちょっと待って、これね、すぐ電池切れちゃうのよ。ちょっともったいないんでね、皆さん、ちょっと後でつけるわ、これね。ちょっと皆さん、これ、そうなの、これすぐ切れちゃうのよ、充電がね。ね、じゃあ行こっか。あ、あ、もう置いていけばって、これ置いていけるわけないでしょ、ほんと。ねえ、ほんと、そうそう、これ持っていくの。あ、リュックサックいるわね。ね
ねえ、これリュックサック持ってくればよかった。これカバンだからさ、これそうなのよね、これカバンだからどうしたらいいと思う、これどうしよう、待ってみてさ、そうなのよ、ねえ、あ、これに入れましょうか、ねえ、あ、いいんじゃない？ね、あ、これ持っていこう。よし。よし。さあ、行くわよ。出発よ。まずちょっとおしっこね。ね。まずちょっとおしっこしますよ。ね。そうそう。あ、カプセルありがとうございます。あ、今日かわいい。うん？今日かわいくない？ほら。ね。かわいいじゃん、ほら。どう？このほら。ね、体型と。うん、ねえ、今日高いよ、クオリティが高すぎて自分でもびっくりしてるもの。ねえ、今日は真剣にやったよ。そうそうそう、ねえ、今日は真剣にやったよ。ちょっとおしっこしたいのよね。ちょっとどっかないかな、トイレね。ちょ、コンビニかどっか先にトイレ行こうね。漏れそうなの今私。おしっこ、おむつだからしてもいいかな、中でね。ねえ、うん、あ、子供に会っちゃった。うん、子供に会っちゃった。皆さん隠れましょう。うん、夜は誰か来る、来ないよ誰も。うん、誰もコラボしないよ。うん、何がしたらよ、ほんと。ここでしろっつうの、ほんと。待って、ちょっと子供がね、子供がうるさい。私を見つけて、わかる皆さん。ちょっと隠れます。ねえ、ちょっとまだダメよ。今ちょっとおしっこね、我慢してるから。そうそう、ちょっとね、笑顔を振りまけないわ今私は。うん、そうそう、余裕がないの今ね、心に余裕がないのよ。なので、ちょっと一回先にトイレしてからね、ちょっと、そう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 、準備っていうものがありましてね皆さん。うん、まずちょっと排泄しないと、排泄。そうそうそう、ね、そうなの。うん、あー漏れそう。アフワカプセルありがとうございます。あ、クルルちゃんありがとうございます。うん、じゃあリュック、だからリュックね、欲しいのよ。今日どっか買おうかな、リュックサックね。もう壊れちゃったの、前いただいたやつ。あのファスナー壊れちゃって、皆さん、もういや結構使ってたのよリュックサック。あれ良かったんだけどね、直すのもお金かかるっていうのよ、すごい。そう、修理出そうと思ったんだけどね、すごいかかるっていうのお金。うん、そうさ、新しいの買おうかなみたいな。じゃあ、こんばんは。ねえ、そう、シュプリームって直すのもお金かかるんだって、すごい。そう、一応うちにあるけどまだね。いや、しょるのが欲しいの、リュックサック。
うん、でしかも結構大きくモバイルバッテリーとかいっぱい入れるでしょ皆さん。だ大きめがね欲しいのよ。あ、ジェイちゃんありがとうございます。ジェイちゃんありがとう。いい、自分で買うから大丈夫。そうそう、自分で買うから大丈夫。見て、無視したでしょ皆さん。大体こうなのよ皆さんね、本当。あ、ジェイちゃんありがとうございますね、え本当。そうそう、素直じゃないのよみんな。ねえ、こんな可愛い可愛い、おパンチウサギなのに。そうそう、待って、ちょっとおしっこしてくるから皆さんついてきてね。ちょっとラジオにするから。ここ確かトイレあったと思うのよね。トイレ、あーやだー、ここトイレない皆さん。いやコンビニはあるけど、やだここ。ないのよトイレが。ないわー皆さん。そうお手洗いがないのねここ。いやー原宿ってないんだよここね。今日かわいいでしょおパンチウサギ。どう皆さん遠くの方から見てほら、かわいいでしょ今日目が。じゃないのさ。そうちょっとね排泄したいのよ排泄。そう遠くの方から見てほら目がほらいいでしょ皆さんねえ。長年やってきた実績よこのメイクは。あーちょっと待って漏れそう、どうしよう。もう中でしちゃうかね、もう。もう中でしちゃうか、ほんとねえ。あカプセルありがとう。おむつの中でしちゃおうかな、ほんとねえ。それもありよねもうね。おむつ、せっかくおむつ履いてるし、ね、だってもうしゃあないじゃん、だってもうあなたでしょ、どうしろっていうのよあなた。どうしろって言うのよ。そう替えのおむつある、あいやあるけどね、もうまたもう一回車に戻る必要があるわね。ちょっとこれ、そうタイツの上にこれ履いてるからね。そうなのよ。いやもうあの足ります、このリハビリパンツは。これあれです、3回吸収ですこれ。大丈夫、ね。見て皆さん、東京の方すごいでしょ。これが東京なの皆さんねえ。東京です。この無反応さが東京なんですよ。驚かない、もう本当こんなのもう日常茶飯事にいるから衰えたりしないの。そうねえ。いや本当よ、これ地方だったらね皆さん本当目が肥えてないからみんなキャッキャキャッキャするんだけどねえ本当。そう地域性なんだよこれ、地域性。そうねえ、そうなのよ。原宿っていうか、まあ、東京全体的にね、ほんと都心の方なんか誰も届かないわよこんなので。あカプセルありがとうございます、かわいいでしょね。ちょっとよいしょ。あのね原宿にトイレあった、一つだけ公衆のトイレあった皆さん、私知ってるのよ。あメガホンありがとうございます。あ米田、一応米田行きましょうね。
今から向かいますよ。そうそうそう、あ、ジェイちゃんありがとうございます。まずちょっと原宿を散歩してそっから行きますよ、うん、で米田コーヒーの方に行きますよ。あ、ジェイちゃんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ほんと今日高いね、クオリティがいい感じだね、ほんと。これ写真絶対収めよう。そうよね、えほんと、いやこれはちょっと写真行きだね、ほんとね。えいやこの写真欲しくない、うん、ねえほんと。プリクラも撮りましょうか今日は。ねえ、そうそう、何の音？ミクチャって何？何あれ？同じライブ系？あれ？何ミクチャって？うん？あれ何よ？何ミクチャって配信？あれも配信サイトあれ？うん、ねえ。ね？本当。何ミクチャって？うん、TikTok みたいなやつ。あ、匿名さん花火ありがとう。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパン、どやさどやさどやさ、ありがとう。あれだってじゃだってふわっちも10周年よ確かね。いやふわっちも確か10周年よ。もう古い古いって言うけどね、ふわっちも10年目よもうね。そう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 、同じくらいでしょ。だからうん、今いい男いなかったって知らない、いたっけ男なんて、興味ない男なんか、今私にしか興味ないわ。配信してるとね、もう他のことは目に入らないの、興味があるのは自分だけ。そうそうそうね、うん、これ何？ガチャガチャ？これは。これ何？もしもし。え、これあれ？これ動いてる。何ここ、どうしたい私は一体。注文できるのここだ。あ、これ注文すんのねこれで。スープを買うんだここね。買ってみようかな、ね、買ってみようかな。これはあ、買ってみようここね。あったかいやつ、コーンポタージュね。ん、寒いからちょっと私コーンポタージュがゴロゴロ美味しそうじゃん、このゴロゴロコーンポタージュって。コーンポタージュ進んで不要で、あ、なにこれ、お会計？え、これ何？ん？これなんで4000もするの？皆さん。なにこれ、なんで4000もするの？なにこれ、ん？え？なにこれ？
何これ、1300円ね、現金払い。はい、払うわよ、払うわよ。ねえ、はい、おかけしたよね。出ました、出ました。で、どうなるのこれで。何この人。はい、どうも、こんにちは。あら、何これ。あら、こんにちは。あら、あら、じゃあね。これ中めくってみる。あ、レシート、あ、レシートね、はい、レシート、レシート、レシート、待って、待って、あったあった、はい、はい、レシート、ね、ね、あら、コインが出てきたわ、コインが。はい、これね、はい、わかりました、やってみるわ。ガチャガチャしてて、ガチャガチャ入れるよ、これ入れて、なにこれ、なんだろう、あら、チョコですって。うん、液晶、ね、あ、お名前はね、ひどんなです、ひどんな。これはどうすんの？これはこっち？カラカプセル。はい。これ中誰がこれ入ってるのかしら。ねえ、開けてみるこれね。ダメだ。何？あら、かわいい。かわいいわね。こんなんもらえるの？あ、うん、火よ、火、火よ、うん、そう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 、あら、かわいいね、こちらこんな風な感じなんでしょうね。え、多分腕まで多分手を通してって感じじゃない？違う？よろしく、よろしく、うん、ねえ、ね、うん、そうそう、ああ、結構でもスープね、え、ね、今日は何してたかな。今日はもう何もしてないです。うん、
今来ました、今起きて今来ました、どうも。文字がでもあれだね、女の子だね。ね、そうね、文字可愛いよね、丸文字で。そう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 。あ、これお手紙出せますだって。ね、お手紙出せますよみたいな。そう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 。これバーだ、ね、うん、バーね、うん、カプセルありがとうございます。もうできるのかしらね。そうそう、うん、かわいいお顔でかわいいお洋服。あ、お友達くんありがとう、ありがとう、あら嬉しいわね。文字が可愛いわね、文字が。どういう風なあのスープなんだろう。どんぶりジャワじゃない、大丈夫これね。え大丈夫本当そんなでかくないでしょ、うん、ねえ、すっごいでかいのよ、どんぶりジャワみたいなやつ、うん、まさかね。こちらねえ、スープって結構時間かかるもんね、作るもんね、うん、そう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 、そう、おしっこね、我慢してるのよ。そうよ、笑ってる？本当、ねえ、笑ってください、本当、本当よ、熱い熱いスープを顔面にビャッというふうにかけてあげるわ、ほんと。はーい、はーい、あら、アメちゃんもらっちゃったわ、ありがとう、あら、かわいい、アメちゃんもらっちゃったわ、あら、うまい、上手、上手ね、上手だね、上手上手。今なんか鳴った、チリンチリンって、ん、あら、ありがとう、あ、これもね、ありがとうね、ありがとう、じゃあね、ありがとう、バイバイ、じゃあね、ありがとう、じゃあね、どうも。あら、手振ってるずっとえ、まだ手振ってる？そうそうそういいわね、うん、そうそう、ありがとう、カプセルありがとう、うん、そうそう、変な腕、何お客さんとかに腕を何持ってかれる、どういう発想力よそれあなたのね、それ何要望それ、あ、カプセルありがとうございます、ちょっとねえそんなことあんの、カプセルありがとうございます、よいしょ、ちょっと一回味見しない、味見、今のお店なの、そうそう、お店みたいな、あれいいね、あのお店ね、どう、あのお店、皆さん面白くない、いいじゃん、あのお店ね、素敵ね、あのお店ね、素敵、あ、ちょっとオニオンの匂いする、コーンスープね、ほらこういうスープみたいね、あ、結構シャパシャパなんだね、シャパシャパ、うん、ね、いただきます、うん、あら、美味しい、うん、うん、
うん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 、ねえ、あ、おいしいおいしい。少ない？確かにね、1300円だからねえ、そうだけど、まあ、ああいうコミュニケーションも含めてじゃないの、サービス料金みたいな、わかる？クマとああいう風にね、わかる、皆さんね、交わえるっていうのがじゃない、きっと、うん、そう、サービス料金みたいな、そうそうそう、そう、エンタメ料金みたいなじゃないのね、ん、イラストもくれて飴もくれてみたいな、わかる？で最後ほら、あの途中なんかコインもくれたでしょ、コインも、あのガチャガチャもできるみたいなさ、じゃない、そう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 ね、皆さん、あれもしまた当たったらワンドリンクだって、A 賞はね、皆さん、ワンドリンク、そうそうね、ドリンクくれるんだって、え、自宅でお店したら何のお店するの私が、ね、何のお店するの私が、じゃん、でもなんかもうお腹いっぱい、ね、お腹いっぱいだわ、ちょっと、スープ、じゃあじゃあもうスープいいから、もう待って、おしっこしたいね、おしっこ、とりあえず今おしっこしたくてね、うん、食べてきたのって、そう、さっきね、私食べてきた、うん、ね、そうそうそう、軽くね、そうなの、うん、何を食べたかってこと、なんかね、ドンキホーテにね、これをね買いに行ったのよ、そしたらあのポテチが売っててね、ポテチ、低糖質のポテチがあったのよね、低糖質ポテチみたいなやつ売っててね、それを買ってさ食べちゃったのよ、皆さん、ん、カップに名前は書いてないのよ、そうそうそう、そうそう、ポテチ食っちゃってね、皆さん、もうお腹いっぱいなの、誰も私に喋りかけてこないこの町ね、私は生きてるのかしらね、映えると思ったこの格好ね、まさかのドン引き、皆さんどう、どうですか、見てみぬふりね、みんな私のこと相手にしない、うん、わかる、皆さんね、私は一人ぼっち、どこへ行っても一人ぼっちね、この自分のこの空いた穴を埋められないわ、うん、ね、寂しさを埋められないね、結局そうね、ね、トイレ行く行く、おしっこしたいの、皆さん、ほんと私今おしっこ、そう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 、おパンチウサギってもともと報われないのね、あ、そうなの、報われないのにそういう風なキャラクターなんだ、おパンチウサギってね、吐くの、吐かないの、吐くの、吐かないのよ、うん、そうね、ジェイちゃんありがとうございます、ジェイちゃん、あ、ジェイちゃんありがとうございます、ありがとうございます、あ、ジェイちゃんありがとうございます、ジェイちゃんありがとうございます、ありがとうございます、
あじえちゃんありがとうございます、ありがとうございます。あこちゃんもありがとうございます、ありがとうございます。カプセルもありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。カプセルありがとう。ごちそうさまでした。美味しかった、皆さん。でも本当美味しかったね。えああいうお店楽しいね、本当。あれね、映えるわ、あれ映える、絶対ね。そうそうそう、うん、いやあれいいね、本当。うん、そうそう。いや私みたいなこうなんていうの、対面式でさ、なんか注文するの結構めんどくさいっていうかさ、あれ非対面でしょ、言っても手だけしかこれ動いてないでしょ、あのぐらいでいいよね、ほんと。えそうよ。あこんばんは。いやあれ楽しいじゃないの。そうそう、私ね極力店員さんにお会計してほしくないのよ。私結構セルフレジ行くから。そう、あのもういあのスーパーでももうセルフレジ、もうだいたい自分でもピッピッピッピするしみたいな。そうなのよ、あんまね対面式はね私あんまね好きじゃないんだよな。そう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 、うんね。あこんばんは。どうやって注文して払ったの。あだからあの現金、現金で。そう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 、うんね、そう現金でね、うん、ね今セルフだよね、今の時代はね、セルフ。よし、じゃあ行きましょうかね、出発進行。よし、うん、うん、あのカフェは森林を守る環境保全活動をしてるんだ。え、そうなんだ、あそこのカフェ。あら、そう。ちょ待って、こっち行ってみようかな。私よトイレはこっちよって言われてる。なんか私気のせいかな。じゃあトイレこっちよって言われてる感じがするわ、ほんと。そうそうそう、違うかな、ここよって言われてる。なんか違う、こっちじゃない、なんかこっちよって。なんか今テレあのビビビビってきた、お告げみたいなやつが。ほんとほんと、直感っていうの、うんね。そういう意味で1300円でね募金もできてみたいな。本当に募金してるとかちょっとよくわからないけど、こっち行ってみようか。じゃあね、まっすぐ。あら、閉店しました。だってお店が引き継いで私がここお店しようかな。でも立地が悪いね、ここね、立地が、うん、ここね。そうそう、あこんばんは。うん、どういう風なお店するかって。そうね、オカマバーとか。でもオカマバーするんだったらね、皆さん、うん、近所がいいかな、近所。うん、そうそう、近所、西新井とかの駅ね、そこら辺がいいかな。あ、美容院だ。私ね髪切ってほしいんだよね、髪。そうそう、うん、みんな生きてる。あ、カプセルありがとうございます。そうそう、もう死んでるみんな、もうほんと。あ、カプセルありがとうございます。よいしょ。あ、カプセルありがとう、ありがとう。もっとください、ナイスをしてください、ナイスをしてください、無料もください、有料もください。あ、カプセルありがとうございます。ナイちゃんありがとう。今どこにいるのって、どっか、東京のどっかよ、私を探してみて。あ、萌ちゃんありがとうございます、私を探してみて、うん、あ、つながる竹下通りに。あ、そこら辺トイレあるのよ。そうそう、あ、カプセルありがとうございます。裏道ここ。
あ、じゃあ合ってるのかな、こっち。よし、合ってる。あ、こっちから行ける。あ、あったあった、ほら出れた。あ、つーちゃんありがとうございます、ありがとうございます。あ、つーちゃんありがとうございます、ありがとうございます。あ、ここじゃない、ちょっと違う場所。あ、つーちゃんありがとうございます、ありがとう。やっぱり呼ばれていたんだわ、皆さんここに、私たちね、やっぱ呼ばれていたんだわね、うん、そうそうそうね。トイレ行きたいのよね。言いたいことがあるんだよ。あの先がいます、こっちかな。あのね、公共トイレがあるのここら辺ね。いや、ほんとほんと、そうそうそう。あ、つーちゃんありがとう。公共トイレどっちだっけね、公共トイレが、公共トイレ、あ、こっち、公共トイレは、うん、あ、もちまろちゃんありがとう、こんばんは、どうも。ちょっとね、今おしっこ我慢してるのよ。おしっこ我慢してる上に皆さんコーンポタージュ、コーンポタージュ飲んじゃって、そう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 、今膀胱がとってもとっても今ね、あの破裂寸前なの今私は。飲んじゃったのよ、まさかのコンポタージュをね。よし、あ、そうそう、マリオンクレープ今通ったね。あ、そう、マリオンクレープの横だわ。そうそうそう、ここは何、すごいね、ここ見て、推し活専門ってこれ何よ、推し活専門カフェってこれ何、一体ね、何これ、どういう意味、推し活ってこれ何だろうね。うわー気になるわー、ね、気になっちゃうわ、推し活、うん、イケメンとかいるのかな、あの下にね、ねえ気になるな、そこね。でも地下だからどうかな、電波があるかどうかって感じで、ね、推し活グッズがあるの。ちょっと先にトイレ行こうね。よし、ちょっと、そうそう、トイレあったあった、ここトイレ、トイレよかった。もうずっと我慢私してたから、トイレで行きたかったから。ナーフスなんね。そう、ちょっとおしっこ先。よし、ちょっと多目的ある？あったあった。やっぱね、多目的やってないとダメよ。よし、こんにちは。よし、うわ、やったー、ここ汚い、多目的、皆さんうんこついてるわ、ね、うんこついてる、うんこ便器に、やったー、うんこついてたわ、皆さんもう汚いわね、やだやだ、もう臭いし、座るわけないでしょ、ほんと無理よ、なんでうんこを漏らすのよここで、ねえ、ほんとじゃあでしょ、なんでうんこ漏らすここで、後ろ何か、何が後ろ、どれよ、わ、何これ、パンツが干してある、上にパンツが、上にパンツが干しちゃったよ、うん、黒いパンツが干しちゃった、上に、見てみてよ、そう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 、ママにあげましょうって、いらねえだろ、男性もののパンツよ、待って待って、ミュートよ、あ、待って、ミュートよ、
わあ、よかった、皆さん。すっきりしました。なんとか。よっしゃ。はあ、よかった、よかった。ねえ、間に合ってよかった、皆さん。はあ、助かった。あ、水出ない、水が。水が出ないよ、これ。なんで水出ないの？手をどうやって洗うの、これ。水が出ない。ほら。うわ、やだ。水が出ないよ、これ。なぜ？うわー、最悪。やっぱあれかな、あれかな、コロナがやっぱあってからやっぱ水をね、使わせないっていうのあったもんね。なんか、荷物は関係ないでしょ。あ、カプセルありがとうございます。もうだって終わったけどね、もうコロナね。上の方、はい、これね、パンツね、もういいっつうのよね。見てみてよ、ほんと。いらねえっつうの、パンツは。あ、りんりんちゃん、ありがとうございます。ありがとう、いいのよ、パンツは。上のパンツはいいの、ほんとね。パンツパンツっていいの、ほんと。うるさいね、パンツパンツって。でもこれなんか多分あるから、これ水止めてるんだろうね。理由があるんじゃない？確かに、この水が流れない理由ってさ、もう絶対これ何かあると思うのよ、きっと。あ、知らない人のパンツ欲しくないわ。ねえ、私も誰か知ってる人のパンツならいいよね、皆さん。顔も知らない人のパンツ誰が欲しいのよ。いらねえわ、そんなパンツなんて。そう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 ね、おじいさんかもしれないし。そうでしょ、誰の欲しいか言ってんじゃん、光くんのパンツが欲しいって。こんにちは、こんにちは。そうよ、でしょ。光くんまず一番目は光くんでしょね。でもチャモーレくんのパンツね、あのチャモーレくんがお風呂行ってる間にパンツの匂い嗅いだけど、